はい。じゃあ、最初ということで、仙台トラックはですね、今年は、竹川さんから、題名何でしたっけ？あ、そうですね、これ。ちょうどタイトルが隠れてるって、ひどい表示ああ、仕方ですね。ありました。ついさっき、エリックス、教育総合展関西見てきたということで、俺的 IT ソリューション展示会の歩き方とその中で見つけてきたものから推察するプログラミングというのを今と今後一度話そうということで、お願いしたいと思います。このセッションももちろん録画されてますんで、昨日の行動規範とかのお話はもちろんその準拠でお願いします。はい。なんはか、い。やらかさないように気をつけます。多分、僕が一番危ないんで。はい。じゃあ、ここからは、池川さんに振っちゃって大丈夫ですかね。はい。はい、大丈夫です。はい。はい。お願いし早速ですまけども、よろしくお願いします。す。あ今回は、仙台の皆さんお声掛けいただきましてありがとうございます。で、早速なんですけれども、今、ディスコードの方に、すでに、ミロボードの URL を貼らせていただきました。今日、この私のセッションは、ディスカッションメインでやりたいと思いますので、ぜひ皆さんで、ミロボードにどんどん付箋を貼っていただきながら、聞きたいこと、喋りたい、声に出せない人も、付箋に入れるようにしますので、自由形にっていう形でやっていただければなと思っています。で、早速なんですけど、今、多分ボードを開いていただくと、練習コーナーっていうところがいきなり出ると思うんですね。で、そこにちょっとせっかくだから、まずミロボードの使い方の練習じゃないですけど、ちょっと自分の名前じゃなくて、何でもいいんで、挨拶こんにちはとか何でもいいので、ちょっと、切れますか？ちょっとボードに書いてみてください。付箋もちょっと貼ってみていただいてもいいですし、あとはなんか、今テキスト書い、あのペンで書いていただいている方もいますけども、そんな感じで自由にやっていただければなと思います。もう、ハンガーさん、これ何で書いてるんですか？ペンですか？うまいペンタな。ブ使ってますね。あ、なるほど。ペンタブだとあれですね。なんか、マウスでこれだけ書ける人はすごいなと思いながら。あ、いいですね。ありがとうございます。まあ、ちょっとこんな感じで気楽に、付箋にいろんなところに貼っていっていただければなと思います。で、今、その練習コーナーのすぐ下に、画面移していただきますと、聞きたいこととか話したいこととか付箋に貼っていってくださいっていうのがあるんですけども、まあ、なんか気になることがあったら、ここでなくても構わないです。気になったところに付箋貼っていただいてもいいんですけど、まあ、ここにあると後で話しやすいというか、目につきやすいんで、気になったことがあったらどんどん貼っていってもらいたいなと思ってます。じゃあちょっと早速ですけども、私の話というか、自己紹介的なものをやっていこうと思います。はい。滝川と言います。ID 滝川401で言ってます。昨日、天野さんと、懇親会でご一緒したときに、やっぱり聞かれたんですけど、401って何ですかって聞かれたんですけど、滝川41の41を、語呂合わせにした数字ですね。よく言われるのが認証エラー、HTTP ステータスですかっていう話になるんですけど、HTTP ステータスだと、認証エラーになるんで、結構、あんまり良くないイメージがありますね。Twitter と、Facebook、それぞれリンクがあります。タッチしていただいて、選択した状態で、このマーク、を押すと、起動するような形になってますので、まあ、よかったら開いてみてください。あれと。まあ、Facebook も同じような感じですね。これなぜか知らないけど、なんか iPad、今私、プレゼンは iPad でやってるんですけど、iPad でやるとなぜか M、モバイル用の URL になっちゃうっていう、なんかちょっと不便な感じですね。はい。で、大事なことは先に言っとけって誰かが言ってた気がするんで、ちょっとその先に大事な話をしていこうと思います。来週ですね。来週の、水曜日ですね。私が、運営でお手伝いをしております。人に優しい組織マネジメント勉強会。ついこの間までマネジメント3.0勉強会っていう名前だったんですけど、マネジメント3.0って3.0がどうもうさんくさすぎて人が来ねえんじゃねえかっていうことで、散々みんなで、運営みんなで考えたり、人に優しい組織マネジメント勉強会っていう名前に変えて一発目のイベントなんですけれども、そもそも変えた後にみんながふと我に返った時に、人に優しい組織マネジメントってこれもまたうさんくせえなみたいな話になったりとかしました。まあ、名前はさておきとして、組織に効くような、いわゆる心理的安全とか、そういった、プラクティスを扱うものをマネジメント3.0っていうんですけれども、まあ、その組織マネジメントの、いろんなプラクティスを、ワークにしていて、それを
扱っているっていうのがそのマネジメント 3.0 の知識体系なんですね。で、そのいろんなワークショップを、ルーレット式にしていろいろ体験してみようっていうイベントが今度の6月の23日に20時から、ディスコードですね、オンラインでありますので、こちらでよかったらご参加ください。はい、続きまして、私、同じく私がこれ、運営とかじゃなくて、幹事って言ってるんですけど、リモートでエアテスト駆動飲み会ってやってます。モブプログラミングで、みんなで、テストコードを、いわゆるテスト駆動開発をメインにしながら、簡単なコードを組んでいくっていうことをやってます。ただ、あくまでそれはつまみで、みんなでワイワイ飲み会をしながらやろうねっていう会になってますんで、よかったら。参加していただければなと。ああ、そうなんですよ。陽一って言われると、401って陽一なんですよ。はい、そんな回になってます。結構、皆さん参加していただくと、こんなに緩いと思わなかったって言われることが結構あるんですけど、本当に緩い回ですので、お気軽に参加してください。ですね、参加者で実際にコードを書いていただく方もあるんですけども、見学するだけっていうのもありますんで、ただ、モブプロってどうやってやるのとか、テスト駆動開発ってどうやってやるのって、なんとなく知りたい方も、ぜひこの金額枠で参加していただければなと思います。先着10名ってなってるんですけど、別に人数枠は、ズームの限界まで入るんで、人数枠だったら増やせると思います。前にひどい人は、本当に酒のつまみに来て、自分はガンガン飲んで、酔っ払いながら適当なことを言うっていうおっさんもいたんで、まあいいんじゃないかなと思います。自由に参加してください。はい。で、あと、私は今、フリーランスで仕事をしているんですけども、現在は、野村総合研究所さんで、メロの、代理店販売のお手伝いをしています。こんな感じですね。多分、我々の今、裏側で、どこのトラックだったかな、鳥取だったかな。で、黄色い森さん、振り返り王子ですね、が、多分喋ってると思うんですけど、彼のチーム、チームオキザリスで仕事をしています。で、もともとシステムエンジニアで普通に業務用のシステムを開発してたんですけど、何の因果か今普通に営業をやってたりとかしてます。で、まあ営業なんですけど、単純になんか物を売ってるとか、普通になんかお客さんと打ち合わせをして物を売るだけじゃなくて、プラグイン開発とかしてたりとか、あとは、お客さんの要望でセキュリティチェックシートを書かなくちゃいけなかったりとかするんで、全くなんか SE から完全に外れた感じでもないなって、なんか意外と今までのノウハウがちゃんと役立つ仕事をしてるなっていう感じがあります。で、一番話をしたいのはここではなくて、もちろんミロ買っていただければ嬉しいんですけども、企業向けの、結構でかいアカウント数の、ビジネスとエンタープライズっていうプランしか売ってないので、皆さんにちょっと買ってくださいってお願いするのはなかなか心苦しいので、今日お話ししたいのは、コミュニティプランっていうのを、野村総合研究所で提供させていただいています。具体的にどういうものかっていうと、3ヶ月間、エンタープライズ環境、なんで企業向けにセキュリティのガッチガチにしているというか、結構しっかりしてて、ちゃんと監査ログとかがトレースできるような環境なんですけども、こちらですね、無償で、コミュニティに貸し出しをしますっていうプランになってます。まあ、要するに、この皆さんに使っていただくことで、ミロの良さを知っていただいて、今実際にちょっと自分の会社でも使いたいって言ってもらいたいっていう思いがあって始めたプランになってます。で、具体的にどういうことかっていうと、最低、その3ヶ月間の中で何回かイベントをしていただくんですけども、条件が1個だけあって、累計で50名の参加者を呼んでくださいって言ったとします。この50名がユニークユーザーなのか、重複してもいいのかっていう話は定義づけてないんで、おそらく、重複しても大丈夫だと思います。同じ人が、10人で、5回イベントやっていただいても構いませんし、一発のイベントで50人集めていただいても構いません。
すみません、大変ご迷惑をおかけしました。これでつながってますかね。まあ大丈夫です。あ、本当です。すみません。多分10時になったんで、今、アパホテルにいるんですけども、掃除が始まって消したんだと思いますね、Wi-Fi を。なるほど。で、今、ちょっと今日モバイルに切り替えました。いや、ご迷惑をおかけしました。一番大事な話をするのに切れて申し訳なかったです。スクラムフェスト仙台が今度ありますよって宣伝をしようかなと。ああ、そうですか。というわけで、8月26、27で、仙台で開催されますと。ちょっと、まあ、後ほど事情は説明しますが、私多分オンラインで、参加する形になるかなと思ってるんですけれども、初回ですね、今回初めて開催されるんで、ぜひ皆さん参加していただければなと思います。ハンガーさん、何かちょっと、セールスポイントとかあれば、ぜひお願いします。セールスポイント、まあ、今年初めてのスクラムフェスの仙台開催ということなんですが、このエンスペースって会場が結構素敵なところでして、夏なんですけど、1階の、ここちょっと見えてないんですが、なんか、なんて言うんでしょうね、オープンガーデンみたいな感じの場所があってですね、いいっすそこね。で、なんかみんなでビールなんか飲んだらそこに楽しいんじゃないかなと思って。ああ、俺頑張ってやっぱ行こうかな。いや、でもきついんだよな。まあちょっと、ぜひ皆さん、参加してくださいって話と、ちょっはとい、面白いぜひ話行ってなんみでますしけょう。ど、私の、地元、長野県の、飯田市の近くなんですけども、オンテックっていう、いわゆる賃貸系の会社があるんですけど、そこの看板がよくあるんあ、です。で、似スクラてる。ムフェスト仙台の、このキャラクターを見ると、毎回このオンテックのカバンを思い出してですね。似ている。めちゃくちゃ似てるんですよ。昨日、天野さんにも話させてもらいました。あれ。まあ、ちなみに仙台のキャラクターがサメになったのは、フカヒレが確か人気というか地元の名物なんですよね。そうですね。はい、っていうことがあって、サメがキャラクターになったっていう経緯は聞いてるんですけど、まあ、大体サメをゆるキャラにするとこんな感じになるよねっていうのがまんまと かぶった感じでしたね。で、毎回なんか、スクラムフェスト仙台のこのキャラクターを見ると、あ、オンテックのかなと思いながら、地方民のあるあるがちょっとあったりとかします。はい。まあ、ちょっと話は逸れちゃいましたけど、ぜひスクラムフェスト仙台も参加の方をご検討ください。よろしくお願いしはい。まじす。ありがとうございゃます。あ、はい。で、あと、まあ、ちょっと自己紹介に戻りますけれども、昔、さっきのテストクロノミ会ですね。で、イベントをやったときに、一番多分初っ端くらいに、リモートに移行して、その初っ端の回がテレビに取材されまして、ちゃんと勉強会で伝えたはずなのになぜかリモート飲み会に強制的に変えられてたっていう悲しい事実があります。おかげ、しかもなんか名台詞というか、珍台詞が取られて、ばっちり、テキストまで入れられてしまったっていう話、よくこのネタ画像をそこら中で見るの、まあ、使っていただいて構わないんですけど、やられてしまったなっていう感じがありますね。はい。趣味ですけど、スポーツ観戦が好きです。FC 東京と松本山、どちらも地元というか、3ヶ月前まで東京に住んでたんで、東京の一番近くにあったその FC 東京っていうチームと、あとはまあ地元、長野の、松本山雅っていうチームを応援しています。で、私自身は、長野県の豊岡村っていうところで生まれました。ですね、特筆して何かこう、すごいものがあるとかっていう感じのところではないんですけれども、人気なのはですね、ふるさと納税が人気でして、まあ、こんな感じのものがいっぱいあるんですけど、これ、本当は、松茸があって、松茸がすごい人気なんですよね。この中にはないかな。まあでもこんなものもあるんで、よかったら、買ってみてください。まあ税金対策じゃないですけどね。で、今はですね、長野県のその豊岡村、実家じゃなくて、博多の実家のあちむらってとこにいます。あちむらってどんなとこやってるか、こっちの方はよっぽど有名で、観光地になってまして、星空ツアーっていうのがあったりとかします。2009年かなに、星の観測に最も日本で適しているっていう認定を、確か文部科学省かなんかにされて、それ以来、日本一星が綺麗に見える場所っていうことで、ツアーを組んでたりとかします。具体的に何をするかっていうと、園原高原っていうところが、近くにあって、で、そこで、まあ、冬は普通にスキーやるんですけど、夏は、当たり前ですけど、そのリフトが遊んじゃうんですね。そのリフトを使って、山の頂上まで連れてって、3、2、1、ライトダウンでバーンとライトを落とすと、360度星の海みたいなことができるような体験ができるみたいです。なんか若いカップルにすごい人気みたいですね。
で、泊まるときには、まあ、ちょっと近くに昼上温泉とかあるんで、まあ、よかったら、これもセットで楽しんでいただければなと思います。タギ屋の知り合いの方は、タギ屋家に泊めるものでやぶさかではないんですけれども、うち結構ボロいんで、あんまりこんなにいい体験はできないです。星はね、田舎なんで、ね、どこでも綺麗に見られるんですけど。はい。あ、なんか貼ってある。なんだろう、これは。あ、楽天の。なるほど。いいですね。抜け目ないですね。あ、そうです。こんな感じで松茸が人気なんですよね。こちらもぜひ、うん。はい。そうですね。楽天からもぜひお買い求めください。で、あとは、昔から、バーチャルアイドルの初音ミクというか、初音ミクが作ってるカルチャーが好きで、マジカル未来っていうイベントにもよく参加をしています。で、このマジカル未来がくせ者で、ちょうど8月15の週に、マジカル未来大阪っていうイベントと、9月1日の週に、マジカル未来東京っていうイベントがあるんですね。で、先ほど の、まあ、スクラムフェス仙台はちょうどそのど真ん中にあって、この両方、僕と友人、全通するんですけど、まあ、なんで6回ライブに行くんですけど、それをやってて、その真ん中にスクラムフェス仙台に遊びに行ってしまうと、ご近所さんに迷惑をかけると、お前、カルダマン止めてどうすんだみたいな話があってですね、まあ、そういうこともあって、今ちょっと検討を渋ってたんですけど、さっきの話を聞いたら、ちょっと心が揺らいできましたね。で、まあ、こんなところに住んでますよって、ちょっと写真をさせてもらってます。これ、今、自分の家なんですけど、まあ、結構広くてですね、今、3年前かな、祖父が亡くなった時点で、ここが空き家になってしまって、まあ、3年間管理誰もしてなかったというか、親父がたまに来て管理してただけだったんですけど、ここに、今回管理も含めて住む形になりました。まあ、ちょっと祖父の名前を書いて、これちょうど、見えるかな。これで原つくしって言うんですけど、祖父 のところに自分の名が入居した形になっています。家が結構広いのもそうなんですけど、畑も結構広くてですね、25メートルプールが3面分くらいあって、草刈りがめっちゃ大変みたいな話をあったりとかします。あと、竹やぶが奥に見えるんですけど、竹やぶで竹の皮取れたりとかして、まあ、ゴールデンウィーク中に遊びに早速来てくれた方がいて、まあ、これそのお子さんなんですけど、結構大きな竹の皮取れたりとかしました。っていうところが大体、滝川の、ご紹介って言おうと思ったらこれもありましたね。あと、趣味でカメラを撮ってまして、これは、スクラム、あ、違うな、レジナルスクラムギャザリング東京かな。で、なんかね、ボランティアでカメラマンとかやってたりとかします。ちょっと写真にインパクトがあったんで、新たさ使わさせてもらいましたけど、こんな感じで写真撮ったりとかします。なんで、イベントでカメラマンとかいない、ちょっと誰か手伝ってほしいっていう時にはお声掛けいただければ、カメラマンやらせていただきます。じゃあ、ちょっと早速っていうか、その割にもう20分近く使ってますけど、ちょっとプログラミング教育とはっていう話なんですが、どのくらいの方がちょっとちゃんとプログラミング教育を把握されてるかっていうのがあるんですけど、この資料、文科省が出している資料結構良くてですね、ちょっとこれを見るのが一番わかりやすいんですけど、まあ、ちょっと先にまとめ的なサイトの方をちょっと見ようかなと思ってます。何をするのって結構ちゃんとプログラミング教育とはって検索すると結構なものが出てきて、具体的な話とかも結構書いてます。で、2020年から、小学校から、プログラミング教育が必須になりました。で、中学校から2021年、で、高等教育からは、2020年、今年ですね。で、必須になってます。で、具体的にどういうことかっていうと、小学生は、プログラミング教育って授業が増えるわけじゃないんですね。国語、算数、理科、社会、あとですね、今年からその年からかな、英語と道徳が必須になりましたんで、まあ、科目が増えているんですけど、その授業の中にプログラミング教育的要素を含めなさいという結構難易度の高いことを要求されています。で、中学校は、技術家庭科の中でやりなさいっていうふうになってて、高校生は、情報っていう授業、なんか我々の世代の時にはなかったんですけども、今は情報っていう科目がありまして、その中でやりなさいっていうふうになってます。で、プログラミング教育って何やんねんっていう話なんですけど、実際にプログラミングを求める、書きなさいっていうことは実は求められていません。で、ちょっとここに書いてあるんですけども、これですね、プログラミング的思考を伸ばす、問題解決能力を身につける、IT 化に必要対応できる人材を育てる、将来的なキャリアの選択の幅が広がるっていう、まあ、何のこっち言ってんねんって話なんですけど、プログラミング的思考って何なのかっていう話なんですけども、我々はなんかプログラム、実際に IT エンジニアなんで、絶対でプログラミングを書いたりとかしますけれども、それって、本質的ではなくて、その以前に、物事を順序立てて整理をして、必要な要素を洗い出して、それを、コンピューターに命令させるようにするっていうところが、本来のやってることなんですね。
で、それをできるようにしましょうということです。で、具体的にどんなことをやるかっていう話なんですけど、実際にそのスクラッチだとか、簡単なプログラミングを書かすことも実際にやるんですけど、そうではなくてアンプラグドって言って、コンピューターを使わないで、で、プログラミングをするっていう。お、月曜日にどっか行くのか。なかなか面白かったですね。はい。じゃあ実際にどういうことをやるかっていう話なんですけど、実際にちょっと今、アンプラグド教育でどんなことをやるかっていうのを試してみたいと思います。で、まあ、ちょっと朝一で皆さん多分あんまり運動もしてないと思うんで、ちょっと軽くストレッチ代わりに運動してもらえればなと思ってますんで、もし今、環境的に動ける人、体が動かせる人はちょっとやってお付き合いいただければなと思います。で、ちょっと、まず立ち上がっていただいてですね、大丈夫かな？立てるかな？ちょっと私も、イヤホンのコードの限界があるので、立てるところに限界があるんですけど、ちょっと軽く立って、まず、ちょっと一手ずつ、やっていきます。で、私の言う通りに動くことで、相手をちゃんと動かせるようにしましょうという、いわゆる体育的な授業の中で混ぜる方法ですね。まず、直立して、軽く脱力した状態で起立をします。で、この時手はまっすぐ、指までまっすぐ伸ばしてください。で、まず、左手を内側に曲げて、90度ですね。で、手のひらが上を向くようにして、上を向くように曲げてください。で、左手ですね、これが。で、右手は、今度は、まっすぐ耳につくように伸ばして、そこから軽く脱力をさせて、90度曲げてください。で、最後、右足を90度膝を曲げて、足の裏が、自分、ひ、えーと、左膝の前に来るように来て、足の裏が天井を向くようにしてください。そうですね。もう早速書いてくれた人がいますね。で、これをやると、正のポーズ、おそ松さんとかおそ松くんとか、アニメがありましたけれども、そのイヤミンがやっている正のポーズになります。で、これをきちんと相手に操作、その指示、行動を指示して、伝えられるかどうかっていうのも、アンプラグドプログラミングの一つになります。で、ちなみにですね、今、シェーって書いてくれた人がいましたけど、シェーのポーズをしてくださいって言うと、知ってる人だったらこれできるんですね、すぐに。で、これがいわゆる我々が使ってる関数とか、メソッドとかっていうものに、該当するんじゃないかなと思う。まあ、そういう、そのプログラミングってこういうものっていうのを、体を使いながら教えたりとか、実際に体験してもらうっていうのが小学校でやったりとかしている内容です。そうそう、で、実際にその伝えるのは難しくて、今、私がこうやってスムーズに、シェーが言えたのは、ここに来るまでにどうやってシェーを指示するかってちゃんと考えてたからですね。実際、やってない、準備をしてない人にそれをいきなりやんなさいって言うと、結構シェーのポーズを、やれっていうと結構難しかったりとかして。で、その他に具体的にどういうことをやるかっていうと、まあ、生活、家庭科の中だと、朝起きてから、学校に行くまで、学校行ってきますっていうまでの間の、自分のルーチンを全部洗い出しなさいみたいなことをやったりとかします。朝起きて、着替えて、歯を磨いてっていうのを全部書き出してもらって、子供に書き出してもらって、その通りに別の人にやってもらう、仮想的に。で、その時にきちんとできるかどうかっていうのをやったりとかするんですけど、意外と子供たちちゃんと抜けてて、トイレに歯磨きをしたけれども口をゆすいでないだとか、蛇口を開けたけど閉めてないだとか、一番ひどいのはトイレに行ってうんちはしたけれども流してないだとかっていうようなことがやっぱあるみたいです。で、そういう時にちゃんと他人から指摘されて、まあ、うんち流してないじゃんとかっていうのも、デバッグでやったりとかするらしいですね。っていうのも、その物事を順序立てて考えましょうみたいなのがあったりとかします。あとは問題解決能力を身につけましょうみたいなので、まあ、我々は普段そのプログラミングってその日常の問題だったりとか、企業のその業務の問題だったりとかっていうのは、締め忘れとか大人のプログラマーでもよくありますね。そうですね。大人だって意外と抜けてったりとかなんないですね。で、問題解決能力を身につけるっていう話なんですけど、プログラミングってもともとその業務の問題だとかっていうのをできるだけ自動化させて、コンピューターにやらせましょうみたいなところがあるんですけども、まあ、そういったもの、例えば、なんだ、この問題に対してどういうアプローチができるかみたいなのを考えさせるっていうのを学校でやってありました。あとは、IT 化に対応できる時代を育てるっていう話なんですけど、何のこと言ってるかっていうと、まあ、もちろんその、まず、自分たちの身の回りのものにどれだけプログラミングが入っているかっ
あるコンピューターで動かしているものがどれだけあるかっていうのを把握させるみたいなものがあります。で、これはプログラミングじゃ、プログラミングじゃないのっていうのもあったりとかっていうのを把握させたりとかしますし、まあ、例えばこの iPhone みたいなものだとかっていうのは、まあ、プログラミングの塊みたいなものですけど、もうちょっとわかりやすいの。例えば時計はどうなのかとか、あるいはテレビはどうなのか、テレビのリモコンはプログラミング入ってるの入ってないのとかっていうのが、それを一個ずつ洗い出していって、自分たちの身の回りのものがどれだけ IT 化されてるかっていうのを把握したりとかっていうのも、この IT のプログラミング教育の一環だったりとかします。で、同様に、自分たちがそのデバイスを使えるかどうかっていうのも、このプログラミング教育の一環でして、今、まあ、パソコンがないと仕事ができないっていうのは、まあ、皆さんご存知の通りなんですけども、実際子どもたちがパソコン触ってるか、触ってなかったりとかするわけで、まあ、それを、実際に触れるところまで持っていくっていうのが、学校のその責務になってしまったっていう言い方かな、だったりとかします。まあ、具体的には、まあ、具体的にはというか、一例なんですけど、大学のレポートを、提出させるっていうのを大学の先生が宿題で出したときに、とある学生が、手書きで全部書いて、それを写メで撮って、写メってもう言わないらしいですけど、写真で撮って、メールで送ってきたみたいな話もあるみたいで、まあ、なんかこちらは、いわゆるなんかマイクロソフトワードかなんかで書いてきて、レポートで提出することを望んでたのに、そうじゃないものが出てきたみたいな話もあったりとかするらしいです。で、そういうことが起こらないように、まずはパソコンに慣れて、キーボードが使えて、マウスが使えて、インターネットが使えて、まあ、インターネットも当然使うの難しいですよね。単純にそのアクセスして、検索するくらいだったらいいけど、余計なもの、例えばセーフティーでないものとか、ウイルスだったりとか、あとはその情報リテラシーの問題で、本来正しくない情報にアクセスしてしまったりだとかっていうのもあったりとかするんで、まあ、そういったものに対して自分がどう対処すべきかみたいなことを教えていくのも、このプログラミング教育の中に関係入ってきます。で、将来的なキャリアの幅が広がるっていう話なんですけど、まあ、プログラミングできるようになったら、いろんな話ができるっていうのは、仕事ができる、できるようになる。まあ、例えば IT エンジニアになりやすくなるっていうのは、まあ当然なんですけど、私が言ったみたいに、別に文科省はプログラミング教育を通して、プログラマーを増やしたいと見てるわけじゃないんですね。プログラミング的思考を通すことで、社会が豊かになっていったりだとか、その人の人生が豊かになっていったりだとかっていうのを狙っているんで、あんまり、プログラミングができて IT エンジニアになってほしいと思ってるわけではない。それよりはどちらかっていうと、例えば発注者側にいて、自分が企業の中で、こういうシステムを作ってほしいって言ったときに、過不足なく自分の意見が言えるかとか、あるいはなんですか、自分たちはこういうシステムを欲しているんだってことを言えるかどうかっていうのを求めたりとかする方が大きいかなと思っています。まあ、たまに、我々もね、SIR とかやってたりとかすると、なんとかしてほしいとかってざっくりした要求を受けたりとかするんですけど、それじゃダメで、もうちょっと具体的に自分たちが何を望んでいるかってきちんと伝えられることも、いわゆるそのプログラミング教育の成果として望んでたりとかしますね。で、まあちょっと、まあこんなことがつらつらと書いてあるんですけど、そうですね、なんか面白いのかな。まあ、宣伝になっちゃったから、まあ、これくらいにしときましょうか。で、このプログラミング教育の手引きっていう、これが結構よくできてて、これ文科省が出している本、いわゆる PDF の資料なんですけど、もうなんかさっきの、まとめサイトの内容が結構長く書いてある感じにはなってるんですけど、比較的平易な言葉で書いてあるので、これ読むと大体分かりやすくなったりとかします。まあ、なんか文科省も結構力を入れてて、予算も結構立ててるんですね。デバイス、必ず1人1台、ギガ構想っていうんですけども、子どもたちに1人1台ずつ端末を渡して、過不足なく、学びが、そのプログラミング教育に対する学びができるようにしましょうみたいなところが書いてあったりとかします。なんかこんな感じで、なんか電気の性質とかで、こうやって授業の中にちょっとずつ盛り込んでいくんですよね。これちょっとわかんないね。チャーハンはあれかな。多分、先ほどの手順の話ですね。で、料理とプログラミングが似てるっていう話は誰かがよく知ってたりとかしますけど、まあ、実際その手順を考えて、まず、材料を切ってみたいなところをやるのが、多分この指導例 B-3 っていう真ん中にあれ書いてあるやつかなと。あと音楽作りは何だったかな。まあ、それこそさっき言った、私が趣味で好きでって言ってた、初音ミク。あれは、もともとボーカロイドっていうソフトで、人の音声に近い合成音声で歌わせるものなので、まあ、それを実際にやる。
まあ、歌わせてみると分かるんですけど、意外とその楽曲の作曲もプログラミング近いというか、順序通りの音を鳴らしていくっていう点は、まあ、似てるのかなっていう気はしますね。都道府県の位置と名称とか、多分白地図にどんどん打ち込んでいくみたいなことをやったりとかするんでしょうね。まあ、こんな感じのものがつらつらと並んでたりとかします。これちょっとおすすめなので、ぜひ読んでみてください。ページ数はちょっと71ページと結構あるんですけど、分かりやすい資料になっています。では、実際にどういうことをやるかっていう話です。ちょっとここは資料がないというか、私の経験というか、聞いた人の話からさせていただくんですけども、実際に授業は、まあ、プログラミングで、例えば PC があって、まあ、実際にその PC はこのおそらくその Chromebook みたいなものを使うんですね。Chromebook の特徴としては、ログインする、Google アカウント、要するにその Gmail のアカウントで入ると、その PC、まあ、空っぽの状態のところから自分のアカウントに必要な情報をどんどんダウンロードしてきて、どこでも同じ、違う PC であっても自分の PC かのように使えるようになるっていうものなんですけれども、もう一人一台配布して、それによって、例えば、電子教科書みたいなものを見たりだとか、実際にそのスクラッチを組んでみたりだとか、あとはそれ以外に、例えば、Google ドキュメントを使って、レポート、まあ、いわゆるなんかあれですね、自由研究のなんかのアリの観察みたいなものとか、社会のなんとかの仕組みだとかっていったものを書かせてみたりだとか、あとはその白地図を渡して、社会のここに消防署があるよみたいなことをやらせたりだとかっていうのこといろんなことをやったりとかします。で、授業はまあそんな感じなんですけども、授業外のところっていいんですかね、それ以外の話があって、例えばそれだけの PC、今は我々の世代のところだと、都会だと、1クラス40名が大体普通だったかな。で、それプラス先生1名で、教室の中にパソコンが41台あるんですね。41台で、例えばちょっと重めの動画をこれから一緒に見ましょうっていうと、41台から同時にその YouTube に対して、配信要求がされるわけですよ。となると、YouTube くらいだとまだ大丈夫かもしれないですけども、ちょっと重めのインストールファイルとかをダウンロードしてくると、一発で学校の、あるいは教室の、ネットワークが落ちるんですね。で、落ちないようにするために、やっぱ強固な、ネットワークを構築しておかなくちゃいけないんですけど、学校の先生って別に IT の専門家でも何でもないんで、一番最初に言うのは、できるだけ安くやってね、みたいな中央電気屋さんにしちゃうと、安いものを入れられたとき、授業になったり、いざ授業で使ったときにいきなり落ちるみたいなことが平気で起きたりするわけです。で、そういうことを防ぐためには、インフラがある程度強固でなくちゃいけない。そのためにちょっと知識がなくちゃいけなかったりとかするんだけど、先生たちが追いついてないっていう話もあって、そのためにちょっと支援する人たちみたいな話、ちょっとすみません、資料なかったんで今ちょっと検索しちゃいますけど、ICT 支援員っていう職業があったりとかします。で、実際にまあ、これなんかもう、求人とかもできたりとかするんですけども、求人じゃなくて、ICT 支援員っていうか、まあ、簡単に言うと、IT の知識に乏しい学校の先生たちを補助するような、役割の、これ資格試験になっていて、私もこの間受けてきて、合格したかどうかまだ見てないんですけども、実際に、資格試験として認められているものです。年に2回試験があって、1回目がこの間の6月、2回目は多分秋にあるんじゃないかなと思います。で、具体的なそのネットワークの構築だとか、あるいは学校の先生たちが授業を行うにあたって、その支援を行うっていうものですね。例えば、パワーポイントの使い方を教えるだとか、その実際の機器の使い方を教えるだとか。ただし、ICT 支援員は先生ではない、先生の資格を持ってないので、授業を実際に行うのは NG ってなってます。授業を行うのは絶対に先生がやって、あくまで支援を行う。あとはその公務の手伝い、その学校の仕事って我々から見ると授業しかないように見えるんですけど、実際はそれ以外のいろんな公務があるんですね。例えば、その授業の計画を立てたりだとか、行事の計画を立てたりだとかっていうのもありますし、それ以外にも何かを発注しなくちゃいけないだとか、施設の管理をしなくちゃいけないだとか、もちろん子どもたちに対する連絡だとかっていったものもありますし、まあ、そういった公務を回すのも、できるだけ今後は IT を活用していきましょうって話になるんですけど、まあ、それがまだやっぱりそのレガシーといいますか、古い環境の中でやってるんで、なかなか追いつかないっていうのがあったりとかします。
まあ、そういった中で、それらを助けるための人っていうので、ICT 支援員っていうのが配置されることが、まあ、今後、できるだけ増やしてみましょうって話になって、今一応指針としては、4校に1人は、必ず、4校に1人やってるのは、4つの学校で最低1人。その、なんか、担当者1人で4校を見てるような体制っていうのをできるだけ構築しましょうっていうのが求められています。あ、ぜひ受けてみてください。結構いやらしい問題で、しかもちょっとこの試験がいけてなくてですね、その資格試験のところに、一応本っていうんですか、その教科書みたいなのも売ってるんですけど、教科書だけ読んでも全然受かんなくて。で、その資格試験のサイトで売ってる過去問を、読んで実際にやってみないと受からないっていうような形になります。結構私も受けてきましたけど、いやらしい問題が多いです。この、コンピューターで、とか PC で、いわゆるブラウザーで、チコチコ選択していくようなものになってるんですけど、何とかに当てはまることを全て答え、チェックしなさいとか、何とかに当てはまらないものを全てチェックしなさいみたいな感じで、ちゃんと理解してないと答えられないような内容になっています。なんか IT 系のものは答えられるんですけどね、学校の公務のものに関しては結構、これ知らねえなとか、名前があとなんか複雑なものだったりすると、怪しかったりとかしますね。なんとかかんとかっていう、制度の名前を答えなさいみたいな話とか。まあ、そんなこともあって、やらなくちゃいけないことは結構多岐にわたってますと。まあ、さっきほど言ったようにインフラネットワークの話はありますし、いわゆるその公務を支えるための、なんですかね、いわゆる人材管理だとか、労務管理だとかっていったものも必要になってきますし、子どもたちに対する、アプローチも必要になってきます。で、子どもたちに対するアプローチもいろいろ増えてくるんですが、ちょっとそれは、あとエディックスの関西の話をしたときに簡単にしていこうかなと思っています。まあ、そんな感じでいろいろ求められることがあるんだけど、その我々が思っているプログラミング教育っていうものとはちょっとイメージが違う面もあるのかなと思ってます。我々からするとプログラミングバリバリかけて、デバッグができて、バグに対して寛容になれる人材ができるのかなっていう話になるんですけど、まあ、そうではなくて、あくまでその人材教育、いわゆるなんかこう、IT に対してちょっと詳しくなって、論理的思考が身につくみたいなところまでがプログラミング教育の範囲なんで、実はちょっと名付けが失敗してるんじゃないかっていう話があります。で、関係者の人にやっぱり聞くと、名前が適切じゃないっていうのをやっぱみんな思ってて、プログラミング教育っていう名前をつけてしまったやつ出てこいみたいな話はやっぱどうしても出てきたりとかするんですね。もうちょっとなんか、IT 教育とか別の名前の方がまだマシだったんじゃないかみたいな話もあったりとかします。ではちょっと、エディックスの話に移ろうかなと思うんですけども、エディックス、教育総合展っていう名前がついてきますけれども、なんでこの展示会の話をここでしようかって思った話なんですけども、展示会で売ってる、紹介してるものって、誰かが欲しいと思ってるから当然、そうやって紹介してるんですね。で、それを狙って、企業側が作って、公開をしてるものなので、ある意味では現在のその教育の現状っていうのを反映してると思うんですよ。あるいはちょっと先を狙ってたりだとか、まあ、ピントがずれてる場合もあるんですけど、まあ、そういったものも、見えるんじゃないかと思って、毎回毎回チェックをするようにしています。私もなんか3年くらい前から必ず参加するようにしています。関西は今回、スクラムフェス大阪があったんで、ちょっとついでに、まあ、どっちがついでなのかよくわかんないですけど、見てこようかなと思って見に行ったっていうのがあります。昨日朝5時にバスに乗って、まあ、長野県の阿智村からバスに乗って、名古屋まで出て、そこから新幹線に出て、で、ここの会場が10時なんで、10時に間に合うようにできたんですけど、まあ、それから2時ぐらいまで見てたんで、まあ、その中で出せるものというか、私がなんとなくこう気になったものっていうのをちょっと紹介していこうかなと思ってます。で、まず、今回の会場なんですけども、大阪の、大阪港の近くですね、インテックス大阪っていう会場でやってました。まあ、こんな感じの、ところになってまして、ここ私、映画で、さっきの、私が好きだっていうバーチャルアイドルの初音ミクのライブが行われる会場でもあったりします。仕事で来たのは今回初めてです。で、こんな感じの会場になってまして、これ勝手に動くんじゃない？ で、まあ、ここら辺は多分展示会来たことある人だったら見たことあるんじゃないかなと思いますね。で、最近、コロナになってから展示会来たことない人は、ちょっとぜひこれ面白いなと思うんですけども、今、受付のお姉さんが、に名称2枚を出す手続きしてくれるみたいな感じじゃなくて、全部自動で、やります。その招待券に書いてある QR コードを読ませて、名称を読ませると、下のプリンターから、自分の名札が出てきて、その名札を下げて、
まあ、名札検査の参加証ですね、を下げて、会場内を回るような形に。で、こちらは、来年とか次回か。次回の、展示会の、ブース、出展しませんかっていう勧誘のやつですね。で、これ見ると結構赤で売約済みのところ多いように見えるんですけど、結果的にこれ今、冷静にこう、しっかり見ると半分くらいしか売れてないみたいなところがあります。で、先ほど、まあ、一番最初の方で私がミロの代理店販売やってるっていう話をしましたけど、今、ちょっと会社側の方に、ミロ、もしくはそのミロも含めたIT ソリューションで出展しないかって話を野村総合研究所 その親分の方に話をしている最中で、値段も調べたんですが結構高いんですよね。1ブースあたりなんか畳に2枚分くらいの広さで60万とか結構かかったりとかして、その上でなんか設備とかいわゆるなんかこうポップだとかいろんなものを出したりとかすると何のかの高いんで、なかなかうんって言ってもらいにくいなっていうのも正直あったりとかしてて結構困ったりとかします。もうちょっと安くしてくれればいいんですけどね。はい、次です。で、ちょっと写真が、こんな感じですね。これは、この写真だと分かりづらいんですけども、そのドローンを飛ばしている状態で、ところというか、ドローンプログラミングを子どもたちに体験してもらうっていうののデモをやってたので、それですね。下になんかいろいろマークがあるんですけど、これのすごいところは、屋内でも屋外でもやるんだけど、基本的には屋内用です。で、屋内で子どもたちがプログラミングして、その指示通りに動くようなものを作ってもらうっていうものなんですけども、屋外でやったときに結構面白いのは、当たり前ですけど、当然自然環境の影響を受けるんですね。風が吹いてきて、そうするとドローンってやっぱ軽いんで流されちゃうんですよ。流されるんですけど、下の地形をドローンがちゃんと見てて、補正するような仕組みになってるみたいです。で、実際にちょっと、この立ってる人に動かしてもらったんですけど、その手でパーンって払いのけて、まあ、そんなに強くやってないですけど、で正しい位置じゃないところに強制的に動作したときに勝手に戻るようになってました。なんかそういうのがすごいよくできてるなと思って、見てました。で、次行ってみましょう。で、次のがですね、多分スクラッチは見ている方が多いんじゃないかなと思うんですけども、スクラッチじゃなくて、スプリンギンっていう、新しいプログラミングツールというか、いわゆる言語にしたのかな。で、子供たちは iPad みたいなものを使って、ペンで、イラストを描く。で、イラストを描いて、それだけでもそれなりに楽しいんですけど、実際にこう、ちょっと見えるかな。いろんなアクションがついてまして、そのオブジェクト、自分が描いたオブジェクトを選択して、このアクション、例えば右に動くだとか、こんな感じですね。これだと右に動くですよね。あとはこっちだと、どれかな。これかな。これだと、バウンドするとかっていう指示があるんですけど、まあ、こんな感じで、いろんなものを、操作することができるんですね。で、スクラッチよりももうちょっと手軽に簡単に動きがつけられるんで、小学校の低学年とか、あるいは、幼稚園とかでもできるみたいです。まあ、ちょうどこんな感じでやってますけども、子供たちがこういう感じで、視覚的小さな子たちもプログラミングを実際に体験することができるっていうんで、まあ、簡単な紙芝居とか、なんかものすごく頑張ると、いわゆるその、なんですか、ドンキーコングみたいなゲームくらいだったらできる。スーパードンキーコングじゃないですか。そうですね。私が子供の頃にあったファミコンのドンキーコングですね。くらいだったら作れるっていうのがなかなかすごいかなと。じゃあ次行きましょう。これはちょっと毛色が変わってきます。見守りサービスっていうので、子どもたちが自習しているところの手元をカメラで写して、でそれを、こういうふうに一覧状にしてみるっていうものですね。で、主に塾で使ったりとかしてるらしいんですけど、塾とか学童とかで使って、自分たちが頑張ってるところを他人が見て、あ、じゃあ僕も頑張んなくちゃねって思いながら勉強するっていうのにも使うんですけど、実際にその塾の管理をしているときに、土曜とか日曜とかでもやっぱ開いてほしいみたいな要望が親御さんからあるんですって。でも、そんなに先生たち、土日ちゃんと休みたいし、そんなに人員が割けないんで、じゃあどうするかっていうと、こういうものを使って自習している様子を、まあ、監視って言い方はあれですけども、チェックすることで、まあ、例えば寝てる子がいたら、その寝てる子に対して、何々君起きてるみたいな声をかけたりとかっていうことができるようになるっていうものがこちらだそうです。で、次ですね。
これもちょっと面白かったやつですね。学習用のボードゲームっていうので、なんかその、これはちょうどその金融の授業が今度から中学生から、家庭科の中でやらなくちゃいけないっていうことになったらしいんですけど、それに対する、その、なんですか、投資の勉強をさせましょうっていうようなボードゲームになってるらしいです。で、いわゆるなんか我々が、どっかで買ってくるような、カタンみたいなボードゲームと比べると、比較的優しくて、ちゃんとクリアできるようになってるらしいですけど、いくらいくら投資をしましょうだとか、あとはなんかインフレ、人材があったりとか、機械があったりとかっていう、まあこういうものもいろいろあったりとかするみたいなんですね。で、これ、一般の人でも買えるんですかって、まあ大体こういうゲームって、研修とセットになって企業が提供していることって結構あるんですけど、これに関しては、特にそういうのはなくて、テキストまで含めて先生たちに提供しているみたいです。で、テキスト用とか、プレゼン用の資料とこのゲームをセットにして、学校に販売をして、で、実際にその、特に企業側が検証することもなく、そのまま利用してもらうことができるみたいな話になってましたね。まあ、ちょっとやってみたいなと、実際やってみたいなと思ったんですけど、我々がやるともしかしたら退屈かもしれないなと思いながら見てました。やっぱ教育用で比較的子どもたちに優しい作りになっているので、アクシデントとかが少ないんです。桃太郎電鉄みたいに。なのよりももうちょっと優しい感じかなと思ってます。で、これなんですけど、ウォーターサーバー、まあ、我々も企業でよく見かけるものかなと思うんですけど、それと違うのは、ペットボトル式のすごいでっかいタンクがこうガサッと刺さってて、それから水を取るのが大体ウォーターサーバーなんですけど、これはSDGs に配慮してますっていう売り文句で、そのペットボトル、大きなペットボトルじゃなくて、水道水を、この右側の、写真ですね。選択できないのはなんでなんだせ。まあいいや。まあ、このろ過器を使ってこすことで、きれいにできる。きれいにして冷たい水を出せるっていうようなものになってるらしいです。で、これの便利なところというかは、ペットボトルの搬入と置き場所が必要なくなるっていうことらしくて、実際に学校とかで、というか、まあ、そもそも学校にウォーターサーバーがあるっていうことが結構びっくりするんですけど、我々の頃って大体蛇口をこうひっくり返してそのままガバガバ飲むみたいなのが普通で、なんかたまに鉄の味がするなみたいなのが、経験としてあったかなと思うんですけど、今この子供たちって、やっぱ衛生面とか気にして親御さんが嫌がるからっていう理由で、学校にウォーターサーバーが置いてあることがあるんですって。なんかちょっと個人的には信じられない世界だなって思ったりとかするんですけど。で、そのウォーターサーバーに、管理をしなくちゃいけない、管理の手間がすごく少なくなるっていうことで、ペットボトルじゃなくて、水道水から直接入れられるようなものっていうのを考えているそうです。で、実際このペットボトルじゃなかったら、ごめんなさい、ウォーターサーバーの中のそのフィルターなんですけど、半年に1回の交換で十分だそうです。まあ、使用頻度にもよるんだそうですけど、半年に1回交換することで比較的清潔に使い続けられます。で、半年に1回だったら先生たちも、受け入れがしやすいんですね。たまに来て、交換していってくれる。っていうのがすぐでずっとできて、水のペットボトルって水がなくなってくると交換しなくちゃいけないじゃないですか。まあ、そういうのも気にしなくていいし、水道水がから水が供給されるんで、まあ、そういった意味でもなんか今重宝されている。実際に神戸の学校とかではもう導入されているっていう話を聞きました。学校になんかウォーターサーバーがあるってなんか個人的にはちょっとまだ信じられないですけど。はい、次です。で、これ、空冷機なんですけど、後ろに人が映ってるのが分かると思うんです。ものすごいでかいです。で、これ、何で使うかっていうと、体育館が結構大きな施設とかで使って、前に立つと分かるんですけど、ものすごい強い勢いの風が、当然クーラーなんで、冷たい状態で出てくるっていうの優れものです。で、移動式のものと常設のものがあって、やっぱりそのクーラーって、冷やすと水が出てくるんで、その管理とかも大変なんですけど、で製品によってはその水が簡単に捨てられたりだとか、あるいはその体育館の扉の外から、つけて、内側に向けてつけて、で、その水は全部外に垂れ流すだとかっていうふうにいろんな工夫がされてたりします。で、やっぱ今ちょっと熱中症とか問題になるんで、やっぱそうこういうものをつけなくちゃいけないっていう風潮があるみたいなんですね。まあ我々の時にはやっぱりこういうものはなかったんですけど、やっぱ時代の覚醒の観点があったりとかします。なんか展示会とかイベントとかで企業を貸し出したりとかするケースもあるみたいなんで、もしかしたら我々が仕事で、例えば展示会とかやり企画するときに借りてくるみたいなこともあるのかもしれませんね。で、ここはですね、アイリス大山さんの自律型掃除機って、なんか AI で決められたルートを
あらかじめルートを決めておくと、そこをちゃんと掃除してくれるっていうものらしいです。で、安全設計がすごいきちんとされてて、誰かが近づくとか、止まったりとかするようになってますし、今ちょうど頭のところに、見えるかな、ここのところに安全スイッチがあるんですけど、これを押すとすぐに止まったりとかするみたいですね。で、これを使うことはほぼなくて、基本的には誰かが近づいてきただけで止まるので、安心なんですけど、子供がいたずらで押しちゃったりとかっていうのがあるみたいですね。で、今、確か聞いてきた話ですと、ユニクロの系列店の GU ですか、だとか、スーパー、関西系のスーパーだとかっていったところに、導入されてきて、もうすでに1万2000件が導入されているらしいです。ただ、それも結構運用してるんだけど、今までで事故は1回もないってことをすごい自慢してました。まあ、お客様の会社でもどうですかって言われたんですけど、僕今フリーランスで一人でやってる、全然必要なかったですね。はい。で、総合点って、まあ、IT 教育ソリューションがメインなんで、IT のことばっかりやってるとかっていうとそうでもなくて、学校の、机とかも扱ってたりとかします。これを片付けやすい机とかっていろいろあるんですけど、イメージをしてほしいんですけども、学校の授業の時に。で、我々が授業の時って教科書を置いて、ノートを置いて、ペン入れを置いて、そので大体自分のそんなに大きくないですよね、小学校とか中学校とかの机って。で、いっぱいになっちゃう感じなんですけど、その上にさらに、今回はプログラミング教育で導入されるその端末が、PC が入ってくるんですね。で、そうすると置き場所がなくなってしまうというか、置けなくなっちゃうっていうのは結構実際に起こってるみたいです。とはいえ、学校の机ってそんなに簡単に捨てられるものじゃないですよね。税金で買ってたりとかするんで。なので、机につける拡張型の、机を拡張させるものだったりとか、あるいはついたてをつけて落っこちないようにするだとか、あるいは、まあ、コロナがあるんで、透明なパーテーションをつけるだとかっていったこともやったりとかします。会場に行くと、なるほど、学校ってこういうことを気にしなくちゃいけないんだなってのがすごい良かった。で、面白かったのは、まあ、ここの会場にはなかったんですけど、以前見たのだと、アクリル板って実は、名前が出てくる、エタノールに弱いらしいんです。で、消毒だって言って、コロナ対策でパーテーション立てて、で、それが、いわゆる清潔に保つためにアルコール、エタノールかけると、実はどんどん劣化していって、透明度が低くなってしまうみたいな話があるんですよ。なので、エタノールに強い、アクリル板じゃない、その透明なプラスチック板を使って、これだったら、ずっと使い続けられますよ。メンテナンスも楽ですよ、みたいに言ってるところもあります。なんか意外とこういうところ見ていくと、あ、なるほど、なんか我々が日常的に使ってる、あるいはなんかお店とかで見てるようなものも、いろんなことが配慮されてるんだなって気づいたりとかします。で、次、ノート PC ですね。で、これは、左側がレノボのブースで、右側が日本 HP のブースです。ちょっと長くお話をさせてもらったんですけど、今、子どもたちって大体1人1台 PC を持ちますっていう話なんですけど、例えばこの、今ちょっと画面に映してます、レノボの会社の、右側のやつは、ほとんどタブレット端末なんですね。で、これにキーボードとかをマグネットで引っ付けて、こんな形でパソコンっぽく使えるんだけど、実際にはただのタブレットっていうような形です。タブレットと言いつつ、Chrome OS が入ってるんで、普通に Chrome PC としてちゃんと使えるんですけど、ね。で、これすごく便利で、タブレットとして使うと、外で持ち歩けて写真が撮れて、すごいいろいろ使えるんですけど、実際、学校に導入されてるかっていうと、ほとんど導入されてないです。で、それよりは、一番左側の、こちらの方ですね。こっち側の方の、パソコンは、これ持つと明らかに我々が仕事で使っているものに重いんですよ、小さいんですけど、まあ、その小学校の先に小さな机に置くんで大きくはしづらい、あるいは子どもが手が小さいのでキーボードを叩けるようにということで、小さめに作ってあるんですけども、それでも結構重いんですね。なんで重くて結構頑丈、まあ、頑丈なんですけど、しなくちゃいけないかというと、やっぱ子どもが壊すらしいんですよ。で、具体的に何をやるかっていうと、特に男の子らしいんですけど、ランドセルに、そのノートパソコン入れて、で、そのまま帰ってくるわけじゃないですか。学校がもちろん預かるケースもあるんですけど、持って帰る、自分家で使うみたいな、宿題があったから使うみたいなケースなんですけど、ただいま、ボーンって投げて、そのまま行ってきますって遊びに行っちゃうらしいんです。で、その時に大体壊れるらしいです。で、男の子なんか、多分、小さな男の子の持ってるお子さんとか、実際に、
自分が子どもの頃を思い出せば分かると思うんですけど、とにかく何も気にしないですね。ランドセルなんで最終的にボロボロにするものだと思ってるところがあるくらいで。っていうことをやる、今のそのプログラミング教育のその環境に合わせると、まあ大概だ。で、特にパソコンってその角のところが壊れやすいらしくて、俺角のところなんか壊したことないけどなと思うんですけど、実際に子供が使うと大体一番最初に壊れるのが角だそうです。次にヒンジ、要するにそのノートパソコンの開いたり閉じたりのところを、開いたり閉じたりする金具のところが壊れるらしくて、まあ、この辺をやっぱりどうしても強固にしなくちゃいけないっていうのが学校の先生から言われるらしいです。なんで実際にそのすごく使いやすい授業に本当に向いている子どものにも優しい右側のやつじゃなくて、重くって使いづらい、でも丈夫な左側のものが選ばれるっていう傾向があるみたいですね。で、まあ、ちょっとここの人とも話をしたんですけど、Chromebook って値段も大体3万円とか5万円とか結構安くって、で、そんなに、こうなんですか、そもそも Gmail というか、Google アカウントでログインすると、どこの環境に行っても違う PC でも全く同じ環境が提供されるっていうものなので、持ち帰りとかしないで、家にも置いといて、学校には学校の端末で使ってっていうので、やれば別になんか持ち帰りとかしなくていいんじゃないのっていう話になってくんじゃないかっていう話をしてました。今やっぱその親御さん自身がまだパソコンに慣れてなかったりとか、そもそも持ってなかったりとかするんで、自分で買うって発想までいかないみたいなんですけど、そのうちその Chrome OS が主流になってって、自分自身のパソコンを置きましょうっていう文化になっていくんじゃないかなっていう話は知ってます。で、あとちょっと余談なんですけど、こっち側の方か、さっきの小さい PC の方に入っているこのバーチャルスクールっていうのはレノボが作ってる、プログラミング教育用、実際にそのスクラッチみたいなものを勉強させるための、いわゆる統合環境みたいなものがあって、ブラウザーを使って、スクラッチみたいなものを勉強できるようになってるんですけど、これものすごくよくできてて、まるでゲームやってるような感覚で遊べるようなものになってます。もしよかったらというか、実際にお子さんいらっしゃる家庭にはこれすごい向いてると思いますので、ちょっと一回検討してみるのもありかなと思います。はいはい。で、次行きましょう。何のかのともう1時間近く喋ってます。大丈夫かな、このペースで。はい、次、端末格納庫ですね。企業でなんか端末を管理するためにこういうケース、ノート PC とか入れたものを見たことあるかもしれないですけど、それが学校にも必要になったっていうことですね。中にはすごい優れてるものもあって、例えば入れとくと勝手に OS アップデートしてくれたりとか、毎回違う子供が持ってても問題ないように全部クリーンアップしてくれたりだとかっていうものもあったりとかします。まあ、それなりにちょっと大きなものなんで、学校のどこに置くかっていうのはなかなか悩ましいところではあるでしょうけど。で、次、見える翻訳っていう、いわゆるタブレット型の、なんですか、iPad とか、Android タブレットみたいなものにインストールして使う、アプリなんですけども、これのすごいのが立ち上げて、言語を選ぶと、その通訳さんと1分以内にセッティングをしてくれるんですね。で、セッティングしてくれて、まあ、一応目安は15分ぐらいにしてくださいっていうお願いがあるらしいんですけど、15分間、タブレットを通して、目の前に、自分の目の前にいる外国語を喋る人と、ずっと会話を、その通訳をしてくれるっていうようなものになってます。だからこれ、なんか、自分のところで通訳さん雇わなくていいんで、すごく、楽ですし、しかも値段もすごい安いんですね。確か1ヶ月間のライトパックで、1万5000だったかな。ちょっと、ちゃんと広告を見なかったんで、というか、そんなものを見てる時間が、ごめんなさい、時間がなかったんであったんですけど、これ自体は、すごく気軽に使えるものですね。で、なんでこれ学校、IDX に出展されてるかっていうと、最近やっぱ外国人の子供が、入ってきて、普通の学校で勉強してるケースが多いんですね。で、子供はちゃんと日本語話せるんだけど、お母さんが、あるいはお父さんが、日本語は使えないっていうケースがまあまああるらしいんです。で、そうすると、家庭訪問とか、授業参観とか行ったときに、来たときに、そのお母さんとお父さんと話をするときに、ちょっと会話をしなくちゃいけない。でも自分は日本語しか喋れないって先生と当たり前ですよね。特に小学校だと英語とかも今までやってこなかったわけですし。っていうときに、この見える翻訳をすぐ出して、すぐに通訳さんを、そのコールセンターに通訳さんをアサインして、通訳をやってもらうみたいなことの使い方もできるみたいですね。で、あと、これ、あらかじめ予約して1時間とか予約しておくと、通訳さんをずっとその会議中に保持しておくこともできるプランもあるみたいなんで、まあ、普通に企業向けでも使えるプランだったかなと思います。で、
これが結構面白かったんですけど、ボッチャってパラスポーツ、日本、東京オリンピックで見た方もいるかと思いますけど、ボッチャのブースができてました。ボッチャ自体は、要するにそのハンディキャップがある子どもでも楽しめるスポーツということで、いろいろ普及活動をしているみたいなんですけども、学校、特にその教育の場でも向いてるんじゃないかっていうことで、今回初めて出展をしたって言ってましたね。このボッチャの、ボールっていうんですか、が結構面白くて、これ布製なんですけども、この継ぎ目のところに穴が開いてて、強引に差し込むと、そのチューブとか刺せるようになってるんですね。で、今、その、こちら側か。ここに、その、プラスチックでできたビーズみたいなものがあるんですけど、これを詰めて、そのボールの硬さだったりとか、重さだったりとか調節できるんですよ。その自分の戦略に合わせて、どちらかというと弾まない方がいいときには、できるだけこう、そのプラスチックを抜いの、ビーズを抜いた、柔らかいボールで投げた方がいいし、そうじゃなくて、弾んで、転んで、転がして、相手の頭を弾き飛ばすみたいなときには、パンパンにして重いものの方がいいみたいなことを、全部、実はボッチャの選手って自分で調節をするんですって。で、それだけじゃなくて、これはちゃんとした公式のボールなんですけども、自分で全部手縫いで作ってる選手もいるらしくて、もちろん当然これやってるのって、ハンディキャップ度がある、その体も自由に動かないみたいな、それこそなんか口からずっとよだれを垂らしてるみたいな人がやってたりとかするんですけど、そういうのも丁寧に自分でやって、自分の最適な状態をちゃんとコンディションで整えてやってるっていうのがすごい面白かったですね。だからそういうのを見てるだけでも、やっぱその子供たちにとってはすごい教育になるのかなとは思いました。これ実際にそこで体験できるようになって、すごい、展示会だから当たり前ですけど、社長とか部長とか結構偉い人が来てるんですよ。で、そういう人たちが自分の思い通りにならなくて、あーとかってやってるところを見て、なるほど、誰も彼も人なんだなって学んだりとかするらしいよみたいな話をブースの方されてました。で、ここの、その、この、ちょっと映ってますけど、この大沢さんっていう方とめちゃめちゃ話が盛り上がってですね、ちょっと記念撮影とかもしてきました。で、この方ってずっと普及活動をしてるらしくて、全国いろんなところで回ってるらしいんですけど、なんか、もともとそのプロ、単にボッチャをやってもらえればいいみたいなところからもうちょっと発展してて、例えばその企業とコラボレーションをして、計測器をいっぱい入れて、なんかこう 3D 的にこう観測ができるようになったときに、数学の授業とかと組み合わせて、このくらいの力でこういうふうに投げたら、このボールがここに行くはずみたいな。でも実際に投げてみるとそうはいかないよねみたいなところまで体験できるものができたらいいなとかって話をしてたりだとか、あるいは、いわゆるバーみたいなところに置いておいて、お酒を飲みながらやったらボッチャに絶対面白いと思うんだよねみたいな話をされてて、すごい面白かったです。今は普及活動やってるんですっていうので、いろんなこと活動してるんですけど、今やりたいのは、企業とコラボレーションして、最近、B リーグとかも演出が派手になってきてるじゃないですか。ああいうので、もっと演出を派手にして、みんなが見てても楽しめるようなボッチャができないかっていうようなことを言ってて、竹谷さん、ちょっと知ってたら、そういう企業さん知ってたら教えてよっていう話をしてたんですね。あとからちょっと、暁さんどうですかとかって声かけてみようかなとは思ってます。もちろん楽天さんがね、担いでくれたらとてもいいと思うんで、ぜひちょっと、ご紹介しますんで、よかったら、企業でバーッと盛り上げるようなことをやってもいいかなと思います。で、仲良くなりすぎて、ボッチャのボールもらっちゃいましたけど、まさかくれると思ってなかったらびっくりしたんですけどね。でも、ボールだけもらってもビーズがないんで、重さとかもう変えられないですね。で、次。お、1時間経っちゃったら大丈夫か。まあ、いいか。ここからちょっとすいません。なんか、名前変えるの忘れてましたね。で、これは、トゥーっていう会社さんなんですけど、ですね、先生たちが使う、バーチャルフェイスっていうのかな？要するに VTuber になりませんかっていうようなことを歌ってるツールです。で、なんでこんなものが先生たちに必要なのかっていう話なんですけど、当たり前ですけど、VTuber の人って自分の、あ、VTuber、YouTuber の人って自分のプライバシーとかっていうのをある程度切り売りすることを覚悟でやってるじゃないですか。今、それを自分の有名になるためにやるんですけど、先生たちって半ば強制的に YouTuber にならざるを得ないというか、授業でどうしてもその配信をされるような環境を整えなくちゃいけなくなったっていう背景があるんですけど、でも自分のプライバシーは守りたいんですよ。そんなに自分の顔を知られたくなかったりだとか、自分の顔を切り取られたくなかったりとかっていうのがあるんですよ。ところが子供たちって、純粋な悪意というか、気軽に適当なこと、本来やってはいけないことをやってしまうんで、ズームの授業でやってる最中に先生の顔ドアップのところをいきなりスクショ撮って、ヒゲとか書いて、ネットに流しちゃったりとかするんですね。
そうなると先生たちのプライバシーが守れられなくなるんで、あるいはその先生たちが辞めたときに、その授業の動画を撮ったときに、今、在校していない先生がやってる授業っていうのを流されてしまうとなると、やっぱ子どもたちも違和感があるらしいんですよ。この先生誰っていうことが気になって、授業に集中できないみたいなことがあるらしいんで、まあ、そこを防ぐために、先生たちに体のところをキャラクターに置き換えて授業を進めますみたいなことが気軽にできるようなセットっていうのは扱ってました。こんなことを考えたことなかったんで、まさか先生たちのプライバシーを守るためのグッズとして YouTuber セットが必要になるなんていうことを考えたことがなかったんで、なんかそれはすごいこう勉強になったというか、まあ、これちなみにこれは結構体の動きとか、モーションキャプチャーとかもしっかりしてくれるんで、簡単に体が動かせたりだとか、あとは指を動かすのはちゃんとスイッチがあって、それをスイッチを使うと指が動かせたりだとか、体のアクションをつけられたりだとかっていうのができるみたいです。で、この同じ2のところなんですけど、すみません、Google エディケーションでずっと書いてある。なんですけど、このミロの代理でやってらっしゃって、ミロの話を聞いてきました。自分がミロの代理店販売やってますと、さすがにちょっと口が裂けても言えなかったんですけど、ちょっと説明を聞いてきて、そもそもなんでミロを売ってらっしゃるんですかっていう話を聞いたら、この2っていう会社はもともとコピックっていうなんか画材を売ってる会社さんだったらしいんですね。で、それがあって、なんかその、いわゆるなんかデジタルアートみたいなもの、ペンタブとかで絵を描いたりとかっていう延長上で Adobe の Photoshop とかを入れてた延長にそのペンで描けるミロっていうものができたから今もしますみたいな話をしました。で、我々も学校にミロ、我々っていうのは野村総合研究所もミロを学校に売るのにめちゃめちゃ苦労してて、というか全然売れないんですけど、やっぱりその学校の予算とか使い勝手のところでリテラシーのところとかが難しくて、なんとか授業で活用してもらえないかなっていろいろ話をしてたんですけど、実際公務でどうや学校でどうやって使ってるんですかっていうのをこの2の、方に聞いてみたら、授業で使うっていうよりはどちらかっていうと公務、その学校の例えば掲示板の代わりに使ったりだとか、みんながその例えばその出勤表に使ったりだとかって、そういうものの代わりにしてますっていう話を聞いて、あ、なるほどね、そっちから入った方がいいよなっていう話はちょっと思ったりとかしました。ただなんか我々のない目先をちゃんと持ってるのは素晴らしいなと思います。あれ、俺で Google エデュケーション、あ、すみません、飛ばしちゃいましたね。これだ。で、Google for Education っていうのがあって、まあ、Google が今、結構、プログラミング教育というか、学校教育のところに力を入れてるんですけど、結構大きなブース、多分、この会場の中で一番大きなブースを取ってました。で、実際、Google Classroom っていう、いわゆる統合環境みたいなものがあって、それに、学校の先生も生徒も入れて、例えば授業をしたりだとか、テストをやったりだとかっていうのを全部オンラインにできるような環境を作ったりとかしてる。まあ、あとはその Chromebook、最初に、最初じゃないですね、途中でも言いましたけど、授業で使えるような簡易な、Android OS に近いようなものを、パソコンに移して使ってたりとかっていうのも、あ、やっぱ使ってますよね。のもやってたりだとか、結構いろんなことをやってるんですけど、まあ、実際にこれは、その、左、右の絵ですけども、島根県の、高校が具体的にどういうことをやってるのかっていうのをちょっと事例で、紹介して、メタバースみたいなものというよりは、どちらかっていうと、なんていうのかな、デスクネッツみたいな統合環境っていうのかな、いわゆる、名前が出てこない、すみません、なんて言ったっけ、あれ。まあいいや。ちなみに今見ていただいているのが、実際にその学校の先生、これは校長先生だとかが、どういう、自分の学校に導入してたときにどうなっていたのかっていう話をしてました。で、一番最初にやっぱ自分たちが慣れてないものを生徒に提供できるわけではないよねっていうので、その授業でいきなり使うんじゃなくて、まずは、自分たちの公務の方で使うってことを意識したみたいですね。先生たちの朝会を、に導入して資料とかをそれで配布したりだとか、今までペーパーを紙で印刷したものを全部電子化したことによって、1ヶ月でだいたい1万2000枚くらいの紙をこの高校では使ってたらしいんですけども、それが、実質ゼロになったっていう話をしてました。まあ、紙の資源の
の、削減みたいなこともできましたし、あとは、朝会で共有することが、いちいち紙でその場で配って、今その場で読んで、で、理解した上で、じゃあ今これからこの議題について話しましょうみたいなことを、毎回毎回朝会でやってたらしいんですけど、事前に PC に配信されるんで、それを見ることによって、自分が今日は何をやらなくちゃいけないのかっていう把握ができたりとかするから、朝会が最終的になんか、もともと15分とか20分とかかかったものが1分、2分で済むようになった。なんかその人員の、労力削減につながっていったみたいな話もされてましたね。で、やっぱりその学校の話の中で、授業でやっぱり机から落っことして壊すみたいな話。で、先生で本当に申し訳ないことに、本当にいっぱいのパソコンを壊しましたってはっきり言ってて、やっぱりパソコンって壊れるんだなっていう、我々からするとちょっと信じられないような話だけど、まあ、冷静に考えて、オフィスのデスクって結構広いです。子供の机に比べると3倍から4倍くらいの広さがあるんで、まあ、それと比較しちゃダメだなっていうのはちょっと思ったりとかしましたね。まあ、学校でもこうやって苦労して、この学校は結構先進的で、うまく取り入れられてる方だと思うんですけど、一方で全く使えてない学校も相変わらずあって、まあ、この学校がモデルケースみたいな形になって、いろんなところに広めるみたいなことを今やってるみたいです。ミロの話はしましたよね。はい。で、こちらもホワイトボードなんですけど、これはミロじゃなくて、マイクロソフトホワイトボードってやつですね。で、個人的にはそんな感じはちょっとあんまりなかったんですけど、ミノよりと比べるとちょっと機能が劣るみたいです。ただ、個人的に面白いなと思うのは、サーフェスを使ってる人、ペンタブレットが最初からデフォルトでついてるパソコンを使ってる人は、これぜひマイクロソフトホワイトボード使ってほしいんですけど、ペン先を変えると、感触が変わるんです。で、マイクロソ、あのサーフェスの後ろ側、あのペンの後ろ側って消しゴム状の形になってるんですけど、この消しゴムで押したときに、ちょうどその消しゴムで消してるみたいな振動がちゃんと伝わってきて、すごい面白いです。これちょっと一回、ミロを売る立場でこんなこと言っちゃダメなんですけど、ぜひ試してみてほしいなと思ってます。あら。で、あとこれも、ちょっと意外かもなと思うんですけども、顔ナビみたいな、いわゆるウォーム管理とか、これ最近タレントマネジメントシステムみたいな名前で統合的に言ったりとかしますけど、もうブースを出してたりとかします。これ何やるかっていうと、学校側にやっぱその先生たちが、ウォーム管理をできるだけしっかりしましょう、できるだけ会員にしましょうみたいな話がやっぱあって、結構その人材管理とか、あと作業管理だみたいなものが入ってたりとかします。いきなり使えって言ってもなかなか使えないんで、やっぱみんな苦労してるみたいですね。ああ、なるほど。見る方が便利で、ありがとうございます。でも、もしサーフェス乗ってたら、ぜひちょっと試してみてください。サーフェス自体がね、なかなか持ってる人がそんなにないかもしれないです。で、これがですね、アーテックっていう会社さんが出している、いわゆるロボットプログラミングに近いようなもんですかね。一番有名なのはマイクロビットっていう、そのなんですか、いわゆる IoT みたいなツールが簡単に作れるものが、ツールがあるんですけど、それのちょっと発展系みたいなもの、このアーテックっていう会社さんは出してます。で、実際にこれで、いわゆるなんかそのプログラミング教室みたいな塾みたいなものを、フランチャイズでて展開してまして、そのか、あの、フランチャイズの店に対し、あの店というか、学習塾に対してこういうものを卸してみたいです。で、話を聞いてみたんですけど、やっぱりそのコロナでこういうものがやっぱり一時期ちょっと劣ってしまったというか、やっぱそのコロナ前はみんな猫も杓子もロボットプログラミングだ、星座プログラミングだみたいな話になって、これがあればみんな子供も食いつくし楽しいよねみたいな話だったんですけど、コロナになってやっぱその直接物に触るっていうことがすごく難しくなった。触ってその後で消毒をしてっていう管理も難しくなったし、なんで学校側からとか、やっぱ親御さんから側から見たときに、ちょっととても扱いづらいものに一回なってしまったっていう事実があるみたいです。とはいえ、やっぱその子どもたちに対する訴求って極めて強くて、やっぱこうやって触って自分でプログラミング書いたものが動いて、光ってちゃんと感じることができるみたいなことができると、やっぱ楽しいみたいですね。で、実際にアーテックで、その子どもたちにやらせてみて面白かったのは、なんかお母さんセンサーみたいなのを作ったと。自分が机に向かって、なんかいろいろ遊んでるとかしてても、この人感センサーみたいなのを使って、お母さんが2階に上がってきたら、自分の机の上に置いてるセンサーが光って、お母さん来たって全部隠すみたいなことができるみたいなことをやってたりとかしてるんです。まあ、子どもってまあそういうもんです。で、このアーティクの、そのプログラミングのその
環境もあれなんですけど、スクラッチみたいなものなんですけど、あれ、わからなくちゃ。これが面白くって、スクラッチと違うのは、スクラッチの画面もあるんですけど、タブを切り替えると、ちゃんと Python のコードが後ろで書かれてるっていうのが体験できるみたいなんですね。で、全部同時に変換してるんで、自分が書いたものがちゃんと本来こういう動き方をするのに、こういうものが書かれるんだよっていうのの学習にもすごく向いてるみたいです。これはすごいいいなと思いました。まあ、そんな感じでちょっといろいろ見てきていただきましたけれども、本当にごく一部ですね。自分が見てきたものの中で、いくつかちょっと紹介させてもらいました。で、いわゆるそのプログラミングっていう言葉でだけ、プログラミング教育っていう言葉だけで見ると、なんとなくそのパソコンだけあればいいのかなって思われるかもしれないですけど、実際には学校っていうのはいろんなものが動いていて、いろんなものがないと、設備整わないみたいなところがあったりします。あ、すみません、こういうのもありますね。例えば、ちょっと紹介しなかったんですけど、黒板に映せるプロジェクターだとか。で、黒板、プロジェクターって当たり前ですけど、ちょっと暗くないと見づらいんで、そうすると、やっぱ電子黒板、いわゆるそのなんですか、ディスプレイでないとダメだよね、みたいな話があったりとかするんですけど、学校でいきなり導入できないんで、やっぱりまずはその黒板に映せるディスプレイみたいなところから始めるとかもあったりとかして、まあ、いろんなものが揃ってないと、やっぱりちょっと使えないと。で、その中でいかにこう自分たちが子供たちにきちんと学びの環境を提供できるかっていうのを皆さんすごく模索してらっしゃって、まあ、そういったものがこういう EdX みたいな場所ではちょっと垣間見ることができるのかなと思ってます。個人的にもやっぱその自分が例えばこれから、塾を、プログラミング教室の塾をやろうみたいなことも考えたりとかしてるんですけども、そういった時にどういうものが進まってくるのかってすごく勉強になりますし、一方でその自分の仕事、ミロの代理店販売っていった点で考えてみても、いろんなアイディアをもらったりとかっていうのがあるので、まあ、今ちょっとコロナで一回下火にはなりつつありますけども、展示会もう一回ね、日に行く機会があったら体験してほしいなと思ってます。で、まとめ的なものは特にないんですけど、また動かしちゃった。まあ、こういういろいろな環境の変化がある中で、子どもたちもそうだし、その周りを取り巻く親御さんもいろんなことをやっていかなくちゃいけないっていう中で、自分たちがその、なんですか、プログラミング教育っていうのを正しく捉えてやるっていうのが今後必要になってくるのかなと思ってます。やっぱりその周りの人の協力がどうしても必要になってきますし、まあ、特に親御さんはね、いろんなことをちょっと積極的に学んでいかなくちゃいけないところではあるんですけども、まあ、親御さんだけ、あるいは先生だけでなんとかなる世界では決してないので、まあ、周りのきちんと理解して、特に我々 IT エンジニアっていうのはそこに優れているというか、一歩引いてるところ、先に勉強してきたところもあると思うので、まあ、できるだけ協力していけるようなことができればなとは思っています。じゃあちょっと、喋りすぎて残り10分、こんなことになると思わなかったんですけど、45分くらい話そうかなと思ったんですが。じゃあちょっとさ、いくつか付箋貼っていただいたんで、見てみたいと思います。見守りサービスは集合の画面は誰が使うことなんですか、先生。これ、お話を伺ってきたときには、その塾の、いわゆる管理業務を行う人がやるって言っていましたね。その、なんていうのかな。当たり前ですけど、教える側の先生だけが塾の管理してるわけじゃなくて、その、なんか事務員みたいな人が、その代わりをしたりとかすることもあるみたいで、まあ、もちろん先生が見るケースもあるんですけど、なんか統合的にその自習室を監視するみたいなことをやったりとかするみたいです。で、滝川さんのプログラミング教育に興味を持たれたきっかけは何ですかっていう話なんですけど、ちょっと話が長くなるんですけど、ない中で、時間がない中でそれを話していいか悩むところなんです。もともと18で東京に出てくるタイミングで、自分の目標として、故郷の父になるっていう目標を掲げてました。自分はやっぱりその長野県の下井になって、その阿智村だとか豊岡村だとか、あるいは飯田市だとかっていった大きな土地になるんですけど、まあ、そこに対して何かしら貢献ができるような人になりたいなと。で、一方で、まあ、当時はゲームがすごい好きだったので、ゲームプログラマーになりたいと思って、で、まあ、そこから派生して今、IT エンジニアに、いわゆるその業務系のエンジニアになっているわけですけれども、その能力、そちらが好きでやりたいっていうのも決して知ってなかったんですね。なので、単純にその土地に残る、戻ってくるために何をしなくちゃいけないかっていうのを考え続けた結果として、タイミング的にちょうどプログラミング教育が出てきて、で、まあ、これ私が知ったのは6、7年前だったんですけども、まあ、そのタイミングで確実に東京と比べて IT エンジニアがいない自分の地元はきっとみんな困るだろうと思って、まあ、それもあって今回、まあ、祖父母が亡くなって家が空いてしまって管理が必要だっていう話もあったんですけれども、それだけじゃなくて、やっぱりその自分が地元に貢献できるのってこれなんじゃないかなと思って帰ってきたっていうところがあったりとかします。なんで、まだちょっと具体的なアクションが起こせてなくて、今準備をしている最中っていう
なんですけどね、例えば学校にいきなり売りに行って自分が入れるかというとそうじゃないんで、まずその ICT 支援員の資格を取ってみたりだとか、あるいはその自分で、まあ、コーダ道場っていう、そのいわゆる無料でプログラミングを体験してもらえるような環境を整えるみたいな、活動が歩行を中心にしてあって、日本も結構活発に動いてるんですけど、じゃあそれを自分もコーダ道場だとか、しもいなみたいな感じでできないかなっていうのはちょっと考えてて、まあ、そのために何をしなくちゃいけないかっていうのをちょっと調べたりとか、あるいはそのこういったエディックスみたいなところに来て情報収集をして、当たり前ですけど、自分が、生活をできなくちゃそれを支え続けることができないんで、自分がちゃんと対価を得られるような立場であり続けながら、でもそういう活動ができるっていうのは何をしなくちゃいけないのかっていうのをちょっと調べたりとか学んだりとかっていうのをずっとやってたりとかしてます。あ、なんかいろいろ貼っていただいてますね。だから一応その直近では、今一番地元の人が困っていることはプログラミング教育なんじゃないかなと思って目星をつけてるんですけど、それだけじゃなくて、やっぱちょっと例えばやっぱどうしても IT 系のところで遅れを取っているところがあるので、地域の人、例えば農業の助けになるだとか、まあ、そういったことができるような、自分の力というか、その自分が身につけた IT 系の知識でできないかなっていうのが考えてますね。まあ、そんなこともあって、まずはプログラミング教育って思ってるところがあります。はい、他なんか、こんなところかな。なんか不思議なシールがあってます。まあ、声出しできる方は声で、直接声かけていただいても大丈夫ですので、付箋貼っていただいてもよろしいですし。何かありますでしょうか。さあ、下げかな。よいしょ。あ、なんか結構な人が来ていただいてますね。あ、そうでもねえか。5人か。まあね、どうしても、これだけスレッド数があるとね、なかなか難しいですよね。まあ、俺もそれじゃあ、ちょっと自分とこの上司がいるから、森和樹のセッションでも聞いとくかなっていう感じですけど、本来だったら。あと7、8分。ざっくばらんに、皆さんで。ざっくばらんに、深い。案外さん、なんか興味持ったこととか、実際お子さんいらっしゃいますけど、どうですか、ね、なんかここで困ってそうとか、逆になんか自分も付き合わされて大変だったとかみたいな話ってあります？なんか MacBook 持ってるやがるんですけど、中学生って。はい、本当に、はいはい、扱い方が超雑でして。確かに角からぶっ壊すだろうなってだったらと思いますね。ね、MacBook だったら結構丈夫なはずなんですよね、アルミで。ええ。ですけど、なんか、本当にテーブルの上とかにバーンと置いたりするから、ふざけんなよっつって。それなんですが、半谷さんのお風呂を渡したってことです。いや、中学校入ったお祝いかなんかで、あれですよ、おじいちゃんからのせしめたみたいな。ええー、じゃあ新品ですか、それはまずいですね。それはまずい、本当にまずい、ね。もう1年ぐらいしか使ってない、結構やばい状態になる。あららららあったく。まあ、Chromebook だったらね、値段もまだ5万円とかで安いです。そうです、そうです。はい、MacBook だと、まあまあ20万とかしますよね。そこまでしょ、まあ、M1 の一番安いやつ、その時10万前後ぐらいでしたけど。はいはいはい。まあ、それはちょっとおじいちゃん、だいぶ奮発しましたね。そうですね。まあ、おじいちゃん、まだ働いてるから結構、あ、なるほどね、よかったりするから。まだ年金生活じゃないからね。なんか前に、津尾さんとか、から話を聞いたことがあって、自分の子供たちがプログラミング教育やってるときにどう思うかっていう話をしてたんですけど、結構学校の先生に対する不満がいろいろあったみたいなんですね。あ、ちゃんと真摯に向き合ってくれてる気がしないというか、なんか自分 の好きな子供にひいきをしているだとかっていう話があったりとか、うん、なんかプログラミング教育以前の話だなと思ってるんですけど、なんかそういう子供の時に、なんかそういう人たちからプログラミングを教わった時に、国語や算数がそうだったように、
プログラミングが嫌いになってもらうと、自分が職業でやってる身としては嫌だなって言ってました。うん、そのやっぱりその楽しんでほしい、プログラミングをやってほしい、なんか義務感じゃなくて楽しんでやってほしいんだけど、学校でやるとなるとそうなってくるのかどうか、すごい不安って言ってました。うん、ちなみにですか、結構勝手にググってプロゲートとかやってましたね、いつの間にか。ああ、なるほど。じゃあ、そこら辺は全然心配がなさそうですね、案外的に。勝手にやる方なんで、そうですね、なんか学校はどうなんだろうな、あんまりやってる雰囲気ないんですよね、一応、なんでしたっけ、Google のサービスとか使ってはいるけど。はい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 。うん、なんかクラスルーム、あ、私が聞いた話ですごい面白かったのは、面白いって言っちゃダメなんですけど、長野県の飯田市ですぐ近くにある大きな市があるんですけど、そこで Google か、Chromebook を申し込んだ人にいわゆる自治体に対して希望の台数だけくれるっていうやつをやってたんですね。すげえ応募振る舞いだなと思って、で、その飯田氏が申し込んで、その自分のところにある学校の分、小学校の分だけ全部出してもらったんですって、クロミックを、で、それをそのまんま、各学校に配ったんですけど、モバイル端末管理とか全然知らなかったんで、あ、何が起こったかっていうと、子供たちがゲームバンバンインストールして、授業中に遊んじゃって、全然授業にならなくなっちゃったあ、逆ですけど。私の息子は小学生の時にやっぱ iPad を貸し出してもらってたんですけど、何にもインストールできない権限にされちゃっていて。うん、ああ、なるほど。そうですね。で、ちょっとそれを息子がいじって、うん、こんなことできんだよってやったらめちゃめちゃ怒られたとかなんとかってことがありました。なんか、あれですね。なんか、ゼロか全部かみたいな感じになっちゃって、あんまりよくない。そうですね。なかなかその、やっぱそこを上手にコントロールすることが難しいみたいですね。難しそうですね。なんか事例で面白かったのは、学校によってその資格試験じゃないけど、その IT リテラシー教育みたいなのの級が学校の中で設定されてて、何級を取ると、権限が緩くされて、何でもインストールできるようになるみたいなのがあるみたいな。ははははは。だから子供によって、自分がインストールできるものがもう決められ、何もできなくて、先生がインストールもしたものしか入ってないことを、あと結構ちゃんとリテラシーが身についた子だと、ゲームもインストールできて何でもできるんだけど、自分でちゃんとわきまえてるからやらない、授業中にゲームやったりとかしないみたいな。それいい。でそれも、うん、なんかちょっとちゃんとある程度経つと結構その最高の9まで行っても確認テストみたいなのがあるみたいで、条件みたいな、例えばゲームばっかりやってるみたいなのが分かっちゃうと9を下げられてまた全部元に戻ったりとかするみたいです。なるほど、それはいいですね。いい、なかなか面白いなと思いました。その飯田市とかの事例なんですか？あ、それは飯田市じゃないです。飯田市は結局その後で全部端末を全部回収して全部きれいにしたんですけど、同じことが起こるのが怖くてもう一回配布することができなくて困ってるって話を聞きましたあとはなんかこのコロナのせいで今半導体が全然入ってこないじゃないですか、うん、なんで端末を配って、でも子供は壊すんだけど、壊した時に修理ができない。あ、子供の勉強が均一じゃないと困るんで、当たり前ですけど一人だけ端末持ってないとかっていう状況って絶対作れないんですって、うんうんうん、なんだけど壊れちゃうと修理しなくちゃいけないんだけど、修理がなかなかできないっても分かってるから、そうするとその均一さのためにせっかく便利なあるものがあるのに配布できないみたいなことがあるんで。あ、そうですね、そういうなんか融通の効かなさみたいなのがありますね、うん。あとは一方で、なんかそのいわゆるそのなんですか、集合勉強でアクティブラーニングの一環みたいな感じで集合学習みたいなんですか、うん、いわゆるワークショップみたいなものを増やして、端末はまあ制限があるんだけど、グループ単位で端末 2,3 個持たせておいて、で自分たちで自学自習させるみたいな、いわゆるなんかプロジェクトベースドランニングですか、 PBL みたいなものも最近学校でどんどんやっていくみたいですね。うん、なんかマインクラフトでこういう環境を作りましょうみたいなのを自分たちでやったりとかっていうのも授業にでやってるらしいです。おうおう、まあ、それはもう本当にプログラミングじゃなくて、マインクラフトでなんかいわゆるその建築物を作るみたいなところしかやってないらしいんですけど、まあ、こういう未来の家があったらいいよねみたいなのをマインクラフトでやったりとかしてるみたいですね。うん、そうですね。なんかやっぱプレゼンする側もね、見てて楽しいですし、やってただの何でもないそのイラスト描いてるよりは全然ね、立体感があって面白いんじゃないかなと思います。うん、
あ、まあでもそんなこと言ってたらお時間になりましたね。そろよそかったろで時す。間となりました。はい。とても個人的にも、興味深いお話がたくさんあって、しかもこのミロをすでに使っていただいてるんで、グラレコとかでまとめる必要がなくてすごい良かったです。まとめるときとかに見せちゃっても大丈夫ですかね。はい、これ一応権限的には、そうですね。この後で配るときには、ちょっと編集権限は、閲覧だけにしちゃいますけああ、もど。ちろん。はいはい。ありがとうございます。まあ、別にいじってもらっても何も問題ないんですけどね。まあ一ああ、ありがとう。応、会が終わったときのスナップショットを残しておくという意味で、このくらいでちょっと、編集権限をちょっと残し、あの、切っとこうかなと思います。はい。じゃあ、これ、トラックの紹介、振り返りするときにちょっと使わせていただければと。ああ、ぜひぜひ、もう好きに。あ、そしたらその時まではちょっと、編集権限をつけたままにしときましょはい。あ、そうですね。それだとありがたいですね。う。はい。で、またみんなで、好きに、その時、振り返りの時にも好きに編集してもらえればと思います。はい。ありがとうございます。はい。では、ちょっとお時間となりましたので、竹山さん、今日はどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございました。ありがとうございまスしクラた。ムテスト仙台の成功を祈っております。ありがとうございます。ぜひ。はい。じゃあ、お時間となりましたので、午後の部、始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい。で、こちら、わあ。どうもどうも。で、仙台トラックですね。ディープダイブエキスパート、達人が見ている推しの世界を覗いてみようということで、およべさん、きょんさん、森ゆうやさん、あきさんという4名様で、進めていただこうと思います。これ、ここから90分ですね。たっぷり皆さんの頭の中を覗けたらと思いますんで、よろしくお願いします。では、じゃあ、もうお渡ししますんで。画面などなど、はい。自由な感じでお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、今、画面共有します。はい、見えてますかね、皆さん。大丈夫かな？ OK 見えでてす。ます。見えてはます。い、ありがとうございます。では、皆さん、よろしくお願いします。ディープダイブエクスパーツ始めていきたいと思います。お願いしでますね、去年のスクラムフェス大阪に続きね、またディープダイブできる機会をいただけて、羽賀さんはじめ、仙台トラックの皆さん、ありがとうございます。じゃあ、で、今日もですね、ディスコード見てますんで、ぜひですね、テキストチャンネルでもワイワイしながら、一緒に盛り上がっていけると嬉しいなと思います。ちょっと前に書いたんですけど、まあ、このセッション一応90分枠でやってるんですけど、まあ、テーマごとに話していくってこともあって、全然出入りしてもらっていいので、まあ、なんか深夜ラジオ感覚で 楽しんでもらっていいのかなと思ってます。はい。で、ちょっとですね、まあ、ディープダイブエクスパーツって何やねんって話もあると思うんで、軽くその辺のお話だけ最初にさせてもらいたいなと思っていて、まあ、今回のね、スクエス大阪みたいに、いろんな人の講演を聞くのもすごく面白いと思うんですけど、なんか人がね、熱中してる会話をこうじっくり聞くって結構面白いなと思ってて、なんかそれって自分が知ってることでも、知らないことでもすごく面白くて、そこから興味が広がったりするなっていうことが、なんか皆さんもおそらくそういう体験があるんじゃないかなと思うんですよね。で、実はこのディープダイブエクスパーツが生まれたきっかけっていうのも、まあ、この中になってオンラインのイベントが増えて、まあ、平日の夜とかにこういわゆる勉強会があって、その勉強会の本編って言われるのがまあ普通に10時、11時ぐらいに終わって、その後深夜にこう、まあ、残ってる人だけがこう残ってくっちゃべってる、それこそこのディスコードみたいな感じで喋ってるっていう時に、こう深夜になんかだんだん盛り上がっていくトークが、なんかすごい頻繁にめちゃめちゃ盛り上がるっていう体験を何度か繰り返していて、あ、じゃあこれをセッションにしたら面白いんじゃないってことで、それを意図的にセッションにしてみようってことで、まあ、このディープダイブエクスパーツっていうセッションが生まれましたと。で、まあ、今日はそのディープダイブエクスパーツの中でもですね、達人たちの推しの世界を覗いてみませんかってことで、この推しっていうのがね、キーワードなんですよね。またね、ちょっとこう、いろいろ、なんか、話が深まりそうな感じのってキーワードなんですけど、まあ、今日はこの推しっていうものをキーワードにして、ディープダイブしていきたいなと思っています。で、まあ、前回と同様なんですけど、僕らの方でもいくつか話したいネタを持ってきてるんですけど、ぜひ皆さんにもですね、まあ、そのテーマを出すってところに対して、一緒にね、協力してもらえると嬉しいなと思っていて、よいしょ。はい、今、はい、ディスコードの方にも貼りましたけど、スライド用意してます。で、すでに上がっている、テーマに対して自分もこれ聞きたいなと思うのに、こうね、投票してもらってもいいですし、新しくね、こういう、推しに関してこういう話をしてほしいなとか、話を聞いてこれもっと深掘ってほしいなと思ったら、ガンガン投稿していっていただけると、僕はそれをネタにしながら、どんどん話していきたいなと思うんで、
ぜひ一緒に盛り上げていただけると嬉しいなと思ってます。はい、じゃあね、こっからは早速ですけど、まあ今日のダイバーたちにね、登場してもらいながら、自己紹介の方していきたいなと思ってます。でまずは、自分なんですけども、小籔貴夫と申します。よろしくお願いします。 SNS とかはね、タカキング22で活動しています。で今はですね、シルバーバレットクラブっていうチームで、まあ、プロダクト開発の仕事をしているっていうのと、あとはですね、副業としてですね、アジャイルコーチっていう形で、まあ、いろんな会社とか組織の支援とか研修したりとかしてるんで、もしね、気軽にね、なんか何かちょっと相談してみたいなってあったら、全然ディスコードとかでもお声掛けいただけると嬉しいなと思っています。今日はよろしくお願いします。では続いて、じゃあここからね、カメラをオンにして登場していってもらおうかなと思うんですけど、じゃあまずはキョンさんお願いします。はい、キョンです。普段はですね、デロイトマスコンサルティング合同会社っていうところで、執行役員をやってます。47機関っていうアジャイルチームで仕事をしていまして、でその中でもアジャイルコーチやシステムアーキテクトっていうところを、まあ、主に、お手伝いさせてもらうことが多くて、まあ、新規事業から大規模なシステムリプレイスから、新卒研修、あとは筑波大学で大学生にアジャル開発をしているっていうのを、まあ、ここ数年間やっています。はい、今日はですね、まあ、推しの世界ということで、私の推しはアレクザンダーっていうので有名なんですけど、他にもいくつかあるので、今日はいろいろお話できたらなと思ってます。よろしくお願いします。はい、お願いします。パチパチパチ。はい、では続いてどんどんいきます。では森さんお願いします。あ、ちょっと待ってくださいね。大丈夫です。皆さんこんにちは、森と申します。クライアントさんにですね、プロダクトマネジメントをコーチするという仕事をしています。今日はですね、皆さんと推しの深い世界に、楽しんでいきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。パチ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 。じゃあ続いて最後のダイバーいきます。アクさんお願いします。はい、こんにちは、アキと言います。私は、パーソナルコーチとか組織変容のコーチとか、まあ、人と人との関係性そのものを扱うコーチとか、エグゼクティブコーチっていうのをやってるものです。スタートアップの支援とかボック支援とか、あとはコミュニティとしては RCT とか、全国各地のスクラムフェスの実行にやったりしてます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ちょうどですね、今日はこの4人がね、ダイバーとなって、どんどんね、深いところまでどんどん潜っていきたいなと思うんで、ここから、85分一本勝負、よろしくお願いします。はい、ということでね、まあ、今、皆さん、だんだん上げてくださってますね、ありがとうございます。新しくね、トークテーマを、投稿していただいてもいいですし、今ね、上がっているテーマで、これ自分も聞いてみたいなと思うのに対して、いいねとか押してもらえると参考になるので、よろしくお願いします。で、早速なんですけど、1個目の問いはですね、まあ、ちょっともうあらかじめ用意したんで、最初はこの問いからいきたいなと思っていて、心の底から本当にアジャイルをしているのってことで、まあ、せっかくね、スクラムフェス大阪でお話しさせてもらうので、まあ、やっぱこのテーマからいきたいなと思います。ということでね、じゃあ皆さんのね、アジャイル推し、まあ、この質問の答えから聞いていきたいなと思うんですけど、やっぱりこれ、キョン君から聞いてみたいなと思うんですけど、どうですか。深そうなとこから行くね。マジか、これ自分で書いて自分からスタートだと思ってなかったな。最初から高速道路ですね。確かに。そうですね、やっぱでも前回の時はなんか、なんでスクラムって寄り戻してんのみたいな話だったんですけど、やっぱりその今回もその本当にその心の底からアジャイルをしてる人ってなんかあんまりいないなと思ってて、なんかこう僕ここまずこれから答える人全員僕も含めてなんですけど、一旦言っておくと、アジャイルコーチってなんかそのたまにそのアジャイルが目的なわけじゃなくてとかっていう人いるじゃないですか。だったらアジャイルコーチって名乗るなよって僕ずっと思っててだからなんか別にこれは手段なんですよねとかって思ってる時点でお前はスペシャリストを名乗るなって僕思ってるので、なんか心の底からアジャイルをしてない人がアジャイルコーチやってるって正直どうなのかなっていうのがあって、まずこれを書いていますと。はい、なのでじゃあ僕はそのアジャイルコーチって名乗ってるんですけど、先ほど書かせてもらいましたけど、でそのアジャイル、じゃあこの底から本当に推してんのっていうと推してるんですね。でもなんか推してる部分が人によって違うなっていう感覚はあるんですよ。なんか別にアジャイル全部をすごく推してるっていうのは、僕はここがすごい推してるんだみたいなポイントがあると思うんですよね。
で、なんか僕がよくやっぱり推してるのは、その、まあ、いろんなものがこう全体としてまとまってるっていうところだなと思ってて、なんかそのぜ、まあ、結局はアレクサンダーの話なんですけど、その全体性を重んじるみたいな、なんかそのいろんなものが部分部分がちゃんと調和していかないとダメなんだっていうところを非常にこうしていて、なんか人だけに着目するとか、技術だけに着目するとか、なんか評価制度だけに着目するとか、そういうんじゃなくて、あのいろんなものを一緒にやっていかないといけないんだよね。で、その時にその価値観とかいろんな手段とかあるんで、それを組み合わせてどうやってやっていこうねって、自分たちの今いるところからやっていかないといけないよねっていうところとか、あとやっぱり昨日のカズさんのでもやるんだよの精神とか、なんかすごく好きで、あ、そういったところはすごく推していきたいなと思ってますね。はい、これあのちなみにどうします、今選択肢が2つあって、キョン君の話をこのまま深掘っていくってパターンと、とりあえずみんなこの問いに軽く答えるとこから始めてみるって、どっちがいいかなっていうちょっと悩んだんですけど、どう思いますか？あ、確かに、まあ、とりあえず軽くみんなの一旦聞いてみますか。お、行きましょうか。じゃあ、あのアクさんの声聞きたいなと思ったんで、アクさんに聞いてみようかな。すごい、ありがとうございます。今僕が共同ホストもらってポチポチしてる間にキョンさんの話を聞き逃してしまったけど大丈夫です、アクさんの話をしてくれればまさにでもそうですね、この人から、あ、で僕は多分そのキョンさんに怒られるタイプのあれかもしれないけど、でもやっぱりアジャイルかどうかってなよな、そこまで重要視してないようなとこもある気もするし、うん、重要視してるような気もするっていうのが正直な質感で、なんかすごい中途半端なんですけど、うん、うん、あ、アジャイルも疑ってかかるっていうのもそうだし、アジャイルが全てだとは思ってないんですよね。だから僕はそういう意味で言うと、こう森井さんにすごい指摘されたんですけど、僕はアリスター・コバンの非中性の誓いっていうのをよく言うよねっていう話はなんか反映されてて、あ、確かになって思ってて、なんかこの主義信条、アジャイルでもスクラムでもコーチングでも、まあコアクティブだろうがシステムコーチングだろうが何でもそうなんですけど、なんか一つの主義信条にとらわれすぎないようにしてるっていうのは一つなんか自分の感覚としてはあって、だからアジャイルはすごく好きやし信じてるし、それもっと広げていきたい、世界観としてもっとみんな知ったらいいよって思うし、まだまだもっとアジャイルの世界ってそんなもんじゃないでしょとも思ってるんやけど、だからでこう、なんやろな、心の底からっていうか、疑ってもかかってる目線をなんか忘れたくないみたいな質感をちょっと僕は持ってるのかなって今聞いてて思ってるんやけど、問いの答えとして合ってるのかどうかは考えてなかった。はい、それが今ここでした。はい、ありがとうございます。怒られそう。いや怒られるのは一旦ちょっと置いといて、まずは行きましょうか、このまま。いいの。はい、そうですね、アジャルソフトウェア開発宣言ってあるじゃないですか、ここにですね貼っておくと、まあ、これですねで、自分、キャリアのスタートが結構デザインとかエンタメ的なところだったんですけど、そこでプロセスとかツールとか包括的ドキュメントとか契約交渉とか契約に従うことって少なかったんですよね。なので、そういう意味だとこのアジャルソフトウェア開発宣言でいう左側をむしろもうちょっと大切にした方がいいんじゃないかなみたいな現場で働いていたところもあって、そこで、むしろその開発 特に住宅開発の方々とかがめちゃくちゃプロセスとか計画とかを大切にしているところがあって、それはむしろ尊敬できるっていうところはあったりしましたね。だからまあただ自分もソフトウェア開発とかに関わるようになった時に、そのやっぱり、計画だけとかドキュメントだけとか、契約交渉とかそういうところばかり、話してしまうようなところ、まあ、なんていうか人が置いていかれてしまう、そういうところも見たので、まあここら辺のどちらも大事だなっていうのは気づくようにはなったんですけれども、まあ、最初の出会いですね、2000年前半の初めてこれを見た時には、いや左側むしろ大事にした方がいいんじゃないかな、うちの現場みたいなのを思ってたりしましたね。そういう意味だと、最初はなんか言って、なんか
や、こういうのが出てきてるんだ、でもなんか、むしろ右の方を当たり前にしていて、むしろ左を大事にしたいなっていうようなところから始まりつつも、ソフトウェアと絡むよ、ソフトウェア業界と絡むようになって、あ、どちらも大切だなっていうふうに思ったところはありますね。だから心の底から推してるっていうのは、出会った頃というよりも、ソフトウェアの開発について理解すればするほどっていうところですかね。だから2010年代後半になってからは、むしろこの推したい気持ちが増してきたっていうのがありました。ということは森さんは推している。そうですね推してる方です。ありがとうございます。おお、いいですね。じゃ あとそのままサクッと僕のところに行くと、僕はねちょっと違う目線で、今すごい皆さん真面目な風に答えてくださったんで、僕は違う目線で、推したいですね。なんかキョン君の話はすごい僕も共感して、なんかやっぱり、まずは推しって僕の中ではまずそもそもアイドルが起源になったりするんで、推しっていうのはこうなんかやっぱ時代背景というか自分の中でもいろんな経験が積まれていくわけじゃないですか。って時にやっぱり自分とかキョン君の世代ってアジャイル開発っていうのがまだこう、なんていうんですかね、マイナーアイドルじゃないですか、地下アイドル的な存在だったってところからスタートしてるところもあって、その時に出会って、ある意味すごいそこで刺激を受けて、まあ僕らの人生を変えるきっかけとして、そこに存在したっていう、まあ地下アイドルなんですよね。地下アイドル発掘しちゃって、別に僕らが大きくしたわけじゃないかもしれないけど、どんどんメジャーになってくっていうこの流れを経ているってところで、なんていうんですかね、推してるって言わなきゃいけないと思うんですよね。僕らが推してるって言ってあげなきゃ、推してるってなかなか言いづらい感じに今なってきてる感じもしていて、で、まあ、実際本当にそのきっかけもらったのも実際そうだし、それによって仕事がいろんな広がったりとか、いろんな人に出会ったりとか、こういう場でお話ししてできてるってことも全部あるので、なんか中身がどうのこうのってもちろんあるんですけど、それ以上にアジャイル開発ってものを、まあ、推したいなって気持ちはさっきの森さんに近くて、年々最初から思ってるし、今にかけて常にこう最高潮に推したいって気持ちが高まってるなっていうのが、まあ、実際のとこですね。なんで推してるかってとこにフォーカスして答えてみましたけど、そんな感じのイメージです。なるほどね。って感じで、でもなんかみんな答えたんで。なんかすごい気になったのは、アキさんのやつは、それは、なんかその、なんていうの、そういったうがった視点を持つっていうか、それは別にそうだと思ってて、っていうか、なんかその、さっきのアイドルの推しもそうだけど、なんか、なんていうの、このアイドル好きだなってずっと思ってるけど、別になんかそのあんまり良くない振る舞いをするとか、なんかもっとこっちの方がいいのにっていう、そのクリティカルな視点を持つのは、むしろ推しに対してはむしろそこはもっと真剣であるっていうのはもちろんそうだと思うから、なんかどれぐらいその真剣に向き合えているかってことかなと思ってて、なんか別にそのクリティカルな意見を持って視線を持ってるから推してないとかではないと僕は思うんですよね。でその上で推しているのかどうかが知りたいんですけど、ただ単純にその上だと、推してることになるのかな。なんかアザイルのどの辺を推してるんだろうみたいな。そういう意味で言うと、なんかプラクティカルなものどうのこうのっていうのもそうやけど、なんかそのアジャイル界隈にいる人の、まあもちろん世界は広がりつつあるから、その環境は変わりつつあるんやけど、アジャイル界隈にいる人たちの人の振る舞いとかあり方っていうものが、やっぱ僕が一番推したいものというか、なんかその人たちが持ってる、ちょっと言語化しにくいような文化的なものとか姿勢とかあり方みたいなところが好きだな、そこを推してるなっていう。個別のプラクティスとか、このここはいいっていうよりは、なんかやっぱ人そのものみたいな感じで。なるほど。アジャイルコミュニティみたいな感じですかね。だからフェスのオーナーとかをやりたいみたいな感じですかね。ああ、かもしれないですね。面白い。で、それがなんでそういう人たちを作り上げているのかっていうのは、例えばそういうプラクティカルなとことかも、例えば視察を在しているとは思うんやけど、でもそれだけがあってもそういう人たちを作れるわけでもないし、自然とそう集めてくるわけでもないって、まあ、相互間関係にあると思うんやけど、そのビーイングとドゥイングって。でもそうですね、そういうとこかなって思いました。なるほど。
なんか4人とも結果的に言うと最終的に全員押してる側に押してるイエスっていう風な答えの感じがするんですけど、ちょっとなんか飛び地な感じもするんで、せっかくなんでディスコードも皆さん自分が押してるか押してないかっていうのをちょっと2択で書いておいてもらえると参考になるんで、ちょっと決まって書いてみたら押しているのか押していないのか2択ですよ。もうなんか、結構思ったんですけど、ね、僕らもみんななんか枕言葉をつけたくなってこれこういうのもあるけど押してるとか、ちょっとこういうとこあるからちょっと押してないかもなみたいな感じつけたくなるんですけど、もうなんか押しか押しかない、押しじゃないかっていうところだと、もう枕言葉つくかつかないかでもうどうでもよくなっちゃうんで、そうイエスかそこを思い切って答えてみるといいかもしれないね。答えのははっきりした答えなんだよみたいな。フーリアンでトゥルカホルスか。お、あ、押してる。まあ確かにね、押してる人が多い。押してる方多いですね。おお、すごい。いやでも確かにこれもまたあれです。押してない人もいる。あ、いいですね。いいですね。いいですね。あ、なるほど。ありがとうございます。いや難しいですね。なんか押し、確かになんかその押しってなっちゃうと、さっきのキョン君です結構すべての感じがしていて、なんか全部がいいから押してるわけじゃないじゃないですか。なんかすべてをこう許容するから。だからなんかそのダメなとこっていうか、ちょっと微妙なんだな、ここってとこも含めて、もう全体の存在として、最終的にこのなんか、二択の押すか押さないかっていう、多分一応ここにいる人とか、ディスコードに一緒の多くは多分おそらく、アジャイル開発によって仕事がいろいろ変わったりとか、まあ、この場にいたりするんで、やっぱ押してる方に入れたくなっちゃうみたいな、なんか、あるんだろうなって感じがしますね。いやー、いいっすね。ジャブとしてはいいんじゃないですか？いいかもしれない。よかった。お、じゃあなんか多分今日結構このアジャイルでちょっと推しの感じとかどういう話をするのかなってちょっとジャブ打ってみたんですけど、多分結構推しの話とかここから深くなっていく感じがするんで、次のテーマとかに行ってみますか。せっかくなんで行きますか。なんかどれか軽くこれぐらいにしてみて、どれにしましょうか。あ、もし皆さんもなんかこれ面白そうだなっていうのがそうですね、スライドでいいのを押してもらえると、ねうんはい、今新しいのは入れてくれてましたけど、今全部フラットなんでどれでもいいね。なんかもしどれか取り上げてほしいテーマとかあれば、うんうん、3人とかどうですかね。あ、じゃあこの流れでこっちに行ってもいいですかね。皆さんの推しは何ですかと。ああ、はいはいはい、うんうん、確かに。これ言っちゃいましたか。秋さんはすごい悩むやつだから最後にしようぜ。難しい。これじゃあ最初に及部くんとかもいいですか。さっき最後だったら及部くんね。あ、そうですね。そっか、うん、推しか。じゃあアジャイルなしでいこうかな。アジャイルなしで。うんうん、これもう本当にフリーでいいんですよね。あ、いいと思ってる、いいと思ってる。じゃあ僕はやっぱアイドルとプロレスですね。アイドルとプロレスで、なんか、なんか、なんていうんですかね、もっと、例えばこのアイドルとかみたいな話もあるんですけど、結構アイドルもプロレスも、僕はなんか存在としてのアイドルとプロレスが両方とも好きで、まあサブカルチャーというか、そういうものとして、エンターテインメントとして好きなのもあるんですけど、なんか、多分僕がいろんなところで話してるときに、まあ、最近プロレスが多いかもしれないですけど、アイドルかプロレスのメタファーばっか使ってると思うんですけど、やっぱすごく推していて、時間を使ってるものって、そのなんか存在がどうのこうのっていうものだけじゃなくて、いろんなものに対して勝手にこう、なんですかね、それこそきょんくんが何喋ってもアレクサンダーになるみたいな感じと同じで、で、アキさんが何喋ってもコーチングに聞こえるみたいな感じと一緒で、多分なんかどんどん、なんかもう自分自身の存在とどんどんこう融合していくっていうか、そういう感覚があって、なんで自分もなんか普段いろいろこう、仕事をしてても、友人関係とかコミュニティやってても、全部プロレスの試合に感じるっていうか、そういうふうに感じてしまって、そういうことが。別に意図してなくても出ちゃうみたいなところがあって、そういう意味ではやっぱりプロレスとアイドルっていうのは自分の人生に大きく影響していて、いろんな、なんか、なんですかね、言葉につながるっていうところがコアとしてあるところなので、その2つが自分の中で推しって聞かれたらこの2つですかね。うんうん、はい、アイドルとプロレスと出会って何が変わったとかあるんですか。どう変わったとか、それがなかったらどうなってたみたいな。何が変わったんですかね。そうですね。
まあ、じゃあアイドルの方からいくと、アイドルは僕もともとモーニング娘。の世代なんで、あそこから入って、あのすごモーニング娘。から入って、今度プロダクション、ね、サトリューの、サトリューのプライベートな声が漏れておりますが、ありがとう。そうですね、まあ、あのモーニング娘。から入って、プロダクションに、あのハロプロっていうプロダクションの推しになって、さらにアイドルって存在が推しになったみたいな感じがあって、なんか結構その時って、やっぱアイドルって、アイドル好きなのって、AKB が出る前だと、ちょっと日陰な感じがあるんですよね、うんうん、こう大っぴらに言えないみたいな感じで。うんうん、で、まあ、そこがある意味、僕はそのアイドルの経験が、結構最初のある意味、コミュニティ活動みたいなのがあって、あのモーニング娘。とか、そこ2チャンネルとか、そういうところで、好きな人同士で集まってワイワイするみたいなのがあって、まあ、やっぱそういうコミュニティ活動みたいなのがすごい好きで、学校とかのコミュニティまた別で、そういう同じテーマで集まってワイワイするってところが、まあ、好きになった原体験っていうのはやっぱアイドルから入ってっていうのが、結構アイドルのところで大きく変わったところで、でプロレスの方は、これ実は最近で、僕なんで、プロレスが好きな有名なおじさんがいて、その人に連れてってもらって、あ、めちゃめちゃ面白いじゃんと思ってハマったんで、言ってもまだ6、7年ぐらいなんですけど、好きになって。プロレスの方は、なんていうんですかね、もうなんか、すべての人生の事柄がプロレスになんかもう思えてしまう感じで、なんかちょっと仕事で面倒くさい人が出たりとか、大変な事態になっても、これもプロレスじゃんって思うと、大体なんか面白く思えるんですよね、エンターテインメントに。っていう、なんかそういう受け身の取り方みたいなのを学んだっていうのが、プロレスが一番自分の中で変わったところかなと思いますね。なんか影日向に咲いてるからこそ押したいみたいな、スカンと。でもなんやろな、自分のこう人生をすべて表せそうなものがここに詰まってそうだから押したいみたいな2つの質感を感じたような気がしたけど、そうかもしれないですね。なんかさっきのアジャイル開発も今この場で言ったからこうなんですけど、多分もっと広く取ったらアジャイル開発好きだから押してるって多分、ま、もしかしたら今ディスコードにいる皆さんももっと広い世界だったら押してるとか好きってちょっと言ったらなんか言いづらいなとか言うのやめとこうかなって思うような感じの方が多分多くて、ちょっと今異常な空間にいると思うんですけど、うんうん、そういう意味ではなんかやっぱ好きなものは好きって言いたいっていうのはそのずっとアイドルからプロレスからアジャイルからっていうの結構続いていて、そこはすごい強いと思いますね。なんか自分が好きで推してるってものは自信持って言いたいし、なんかちょっとそういうのが気遅れしても言った方が逆に同じ仲間と集まれたりするんで、あえて言ってこうみたいなことがあるかもしれないですね。好きなものは好きって言いたいっていう、それが欲しいか。じゃあさっきの逆順で次森さんに行きますか。ああいいですね。そうですね、推しはまあいろいろあるんですけど、まあ、自分を推してるのはやっぱ人だったら、中村健也ですかね、トヨタの初代の出産で、まあ、中村健也っていう人がいるんですけど、まあ、トヨタって、ね、1950年前までってそんなになんか日本で有数の会社というわけじゃ なくて、でも創業、まあ、実質創業者の方がですね、自動車を作っていきたい、その当時日本って1950年代後半まで乗用車って作れなかったんですよ。それまであった車ってトラックに乗用車の側をかぶせてただけだったり、外国から輸入してただけだったんですね。で初めてその国産乗用車をですね、めちゃくちゃ苦労しながら日本で誰も作ったことない、車を作ったのが中村健也っていう人なんですけど、その人が、まあ、一番推しですね。でここで面白いのは中村健也一人で全部成し遂げたわけじゃなくて、豊田英二さんっていう方が、まあ、豊田家の方がいらっしゃるんですけども、同い年で、中村健也と同い年でその車が日本で初めて乗用車を作ってめちゃくちゃ大変な事業というかプロジェクトを回していったっていうのがですね、すごく面白くて、でここで面白いのが中村健也自体には何 の人事権もなくて、ひたすら歩きながらいろんなその設計家の人とか工場の人を説得して回って、乗用車ってもう作っていこうぜみたいな感じでぐい回したりとか、あと自社だけです、全てを部品とか作れることはないんですよね。だから、取引先とか、
大きい製造会社さんとかに、こういう部品を作ってくれないかっていうふうに、頼み込むんですけど、それがめちゃくちゃ高い金額で見積もりが出てくるんですけど、そこでですね、いやこの部品は、こういうふうに作ったら、価格100分の1にできるはずだ、しかも この100分の1にできたら御社はこの製品でその事業をですね拡大することができるみたいな、価格その自分が作ってないんだけど、自社が作ってないんだけど取引先の製品について、その価格を100分の1にしろとか言ったり、でもこういうことを実現したらそれ御社のビジネスめちゃくちゃ発展するみたいなことをですねその言って、実際それを協力会社とかも作れちゃうわけなんですね。そういうふうにその日本で全くいろんなものを乗用車を作るための土台が全くない中で一つ一ついろんな人を巻き込んで説得して全然権限もないのに、夢だけではなくて、実力も伴ってっていうところなんですけどやり続けたって今度やり抜く力っていうところは凄まじいなっていうふうに、思ってますね。で、そういう意味で、中村健也と同様に、自分がですね尊敬しているのはキョンさんで、21世紀 の, そのソフトウェア工学の歴史をねベラ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 自社を1冊分ぐらい作ってあるぞみたいなことをですね野望を抱いていて、ね、いやそれは素晴らしいなっていうふうに思ってますね。なかなかこういう方っていらっしゃらないじゃないですか。今は日本でやっぱり謙虚っていうのがやっぱり美徳とされてるというか、あんまりなんかこういうことをやっていこうとかこういうのを成し遂げたいって方って結構少ないかなと思うんですよね。ですごく学んでる方はめちゃくちゃいらっしゃって、もう本棚に全部コーチングの本で埋まってるとか、そういう方とかもうコーチングに何百万もかけてるとみたいな方もいらっしゃる。いや僕はまだまだなんでっていうように、言う方もねいらっしゃるんですけど、でもそんぐらいやれちゃうってことは全然その分野って切り開いてると思うんですよね。 なのでそこのところで京さんはその創生工学をねどんどん1ページ切り開いていくぞっていうのは素晴らしいなっていうところで地盤を押しているのは京さんではありますね。こんな感じでよかったですか？よどみなくすごいこの喋り止まらなくなる感が押し感がすごいよね。やばいやばい、よかった。聞いてみたいなって思ったのが、なんか森さんの推しってなんだろうって想像したときに、なんか森さんって結構いろいろ詳しかったりとか、すごいいろいろ調べてることってあって、うん、まあ中村健也ももちろんその一つかなと思っても、なんか中村健也とまあキョン君ってところが推しっていうふうに今森さんが言ってくれたんですけど、例えばそれ以外でも森さんは結構プロダクトマネジメントみたいな話もそうだと思うし、あとは TOC とか結構森さんがこう時間割いてたものあったりして、そことの、はい、この推しになるか推しにならないかの違いって森さんの中ではどういうところがあったりしますか？ああそうですね、自分本を読むときに今日のね午前中秋山さんという方が本の読み方に関するセッションありましたけど、自分本を読むときにこう推せる本っていうのがあって、それ何かっていうと、なんか書いてる著者になりたいみたいな、そういうのを感じたりすることがあるんですよね。例えばゲームって、ね、RPG のゲームとかってそのロールプレイングってもともとあったと思うんですよね。その主人公に一種なりきったり、その体験を追体験するような、だそういうようにこの本読んでいて、うわこんな風に自分もなりたいとか、こういう著者の考え素敵だな、自分もなんかこの著者のような考え方になりたいなっていう風に思ったりはしましたね。で TOC も、ゴールドット博士の考え方がめちゃくちゃ良くて、そのゴールラッター博士 その考え方が自分でもそのできるようになる、で日常そういうふうにゴールラッターの目線で考えられるようになったり、例えばゴールラッター博士が世界をどういうふうに見てたんだろうかっていうふうに、見るようになる感じですかね。あなるほど、面白い。なるほど、著者になりたいと思えるか。そう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 、そうなんですよ。だから小籔さんのそのアイドル推しとはちょっと違うかもしれないですけどね、自分がアイドルになりたいとはまた違うんですけど、憑依したいみたいなね、そんな感じですね。憑依させたいみたいな、うん、いや面白い。いやいいっすね。いや久しぶりに止まらない森さんが聞けた気がする。深夜感がある。そう深夜感ができた。いいっすね。よし、じゃあこれ多分今アキさんがそろそろで準備し始めてるんですけど、他はキョン君のターンが来るんで、キョン君じゃあお願いします。
はい、そうですね、まあ、自分の推しは最初に言いましたけど、クリストファー・アレクザンダーですね。で、あとは、あれですね、まあ、さっきの話も言うと、あの僕、A で始まるものが結構推しに共通していて、アレクザンダーとアリーとアジャイルとアラン・ケイですね。で、なんか A で始まった大体推している気がするんですけども、で、アレクザンダーやっぱ推しているのは、やっぱりこう、アジャイルとも共通しますけども、全体性を非常にこう重んじているところっていうのが、こういいなと思ってて、なんでいいのかっていうと、まあ、こう地球とはとか宇宙とはぐらいまで広がっちゃうかもしれないんですけど、なんかそのどうしてなんか我々はここにいるのかってことを考えた時にとか、なぜそのこういったものがそのものとしてこういった形であるのかとか、どうしてその自然とか人はそういったものを作りたがるのかとかっていうところまで含めて、理論を作ろうとしているっていう、その何ですかね、まあ、その前人未到なところを自分でなんか大統一理論みたいなものを立ててみようって思えているところがすごいなと思って、それがなんかその世の中を変えてやるぜってための大統一理論を作ってるんじゃなくて、その人々を生き生きとさせる建築、あくまで目の前の建築を良くするために考えていった結果、世の中の大統一理論ってこういうことじゃないのって行き着いちゃうところがなんかすごいなって思ってて、アラン・ケイとかもそうなんですよね。なんか目の前のそのソフトウェア開発を良くしたいとか、なんかそのどういった人々がどうやってあの快適なその世界を生きていくのかってことを考えてるだけなんだけど、そこでなんかオブジェクト思考みたいなものをどうやって、いや銀河間通信で惑星間通信でそのメッセージどうやってやり取りするんだっけみたいなまで思想がいっちゃうみたいなところの、何ていうんですか、目の前の仕事を解決しようとしてるのに、その時になんかその人々が考えてもないスケールでその物事をちゃんと考え切ろうとするっていうところが本当に尊いなと思ってて、なんかその、まあ、自分もありがちなんですけど、その目の前の仕事とか自分のやりたいことみたいなことを考えていってる時に、こうどうしてもそこに対して自分が持ってる手札とか、ちょっと勉強すれば手に入りそうな手札で何とかしようとするんですよ。なんかこれがね、結構微妙だなっていつも思ってて、ま、なんていうんですかね、ブリコラージュもいいと思うんですよ。ブリコラージュでその目の前のやつで何とかちょっとずつ良くしていこうっていいんですけど、それはそれとして、そう本当にそうなのみたいな、本当にそれで解決してるのとか、本当に僕が行きたい世界ってここだったのみたいな、目の前の何かを解決した気になってるんじゃないのみたいな、問題を理解した気になってるんじゃないのとかっていうところにが、やっぱりこう僕はなんか自分がそうなりがちなんですけど、アラン・ケイとかアレクザンダーとか見てると、そんなのは本当にさまつな問題をなんか自分が納得しやすい形でやってるだけでしょみたいな、そうじゃないんだよっていうところをなんか突き詰めてるのが本当に尊いなと思ってて、ただなんか自分がそのソフトウェア開発目の前の仕事ではこうやってちょっとうまくいったとか、昨日よりはうまくいったとかは、それはそれで素晴らしいんだけど、そうじゃなくって、なんか本当に素晴らしい理想的な世界っていうものを突き詰めて、そこに対して全力対してコミットメントしてるのかっていうことをなんか思い起こさせてくれるっていうのが、まあ、自分の中でアレクザンダーとかアラン・ケイだったりするしっていうので、まあ、それの一つの、実践地が集まっているところとか、実践しようと頑張ってる人たちが集まっているところが、やっぱりさっきアキさんも言ってましたけど、アジャイルコミュニティだったりするので、まあ、好きだなっていう感じですかね。よくもスラスラと溢れてるじゃん。いやー本当にですね、まさかここでこの4つの A がつながるとは思わなかった。複製だったからこれは全部そうですね、まあ、だからあとなんかここにダッチしてない推しで言うと、その自分は高架機動隊がすごい好きなんですけど、高架機動隊もなんかめちゃくちゃ面白いのが、その、まあ、高架機動隊に携わってる監督たちって、その、今起きてる社会的な問題とか、その現代人のなんか課題みたいなところを自分たちなりに捉えて、それをどうやって伝えるかみたいな、なんか、あれは高架機動隊を書いてるようで、その現代、社会のその問題とか課題とか、なんかこういった生き方があるんじゃないのみたいなことを考えさせるための装置として使ってるっていうところが、なんか SF 作品をうまく使っ
ているし、そこにおけるなんか群像劇みたいなところをうまく使い込んでいて、なんか自分の考えとかをすごいハッとさせてもらえるっていうところがあって、でしかもなんかそこにおける圧倒的な情報量があったりして、なんか自分がこう何度も何度もその噛み砕かないとわからないみたいなところとかっていうのもすごく面白くて、効果機動隊やっぱりもうそうですけど、なんか自分が推してるものってこうなんですか、自分をハッとさせてくれるって、なんか本当にそうなのっていうところを思い浮かさせてもらうものが結構自分はこう推したいっていうのは共通してますね。なるほど、ハッとさせられる、じゃあこの流れでアキさんにいきますか。お待たせしました。どん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 分かんなくなってくる。いや、改めて推しって何なんだろうなみたいな。3人の意見を聞いてて、ね、三者三様の推し、4者あるんやなっていう。で、ずっと推しっていうテーマがあって、いや、自分の推しって何なのな。なんか、推してるって断言できるほどのもんって、本当自分にはないなって感じてるのが、まあ、本当に最初の第一印象で、なんかそんだけ、ね、熱量を持ってこうね、森家さんとかこうピョンさんみたいにもうこうもスラスラと溢れてくるみたいなものって、なんか一つの領域ではそんな自分にはないな、こういう人がとかこういう概念があってないなと思っていて、でもね、森家さんはこう例えばコーチングに何百万とか何百時間みたいな話注げてなかなかないよっていう話をしてくれてたんですけど、なんか自分が推せるものがそこまでないなっていう感覚はやっぱあって、推しのレベル感を低くすると、いろんなものを、あらゆるものが推しには多分なるんですけど、この隙をちょっとずつ上げていって、唯一の推しって何ですかって言われると、やっぱないっていう感覚があって、なんか、極端に言ってしまえば、なんか人だったりとか、関係性みたいなとこ、だったり、午前中の別のセッションでもそういえば言ったけど、人の中にある願いとか、システム、関係性システムって、複数人の関係性のシステムって、この関係性の中に、それぞれの一人一人じゃなくて、関係性の中にそういうなんか願いっていうか、ニーズがあるよねっていう話をよくするんですけど、この関係性自体がどうなってるのかみたいな、なんかニーズだったり、ギブデモクラシーってものを見るっていうのがやっぱあって、そこをすごく、推したいっていうと変なんですけど、そこにフォーカスを当てて、その人たちに手に取ってもらいたいっていうのが、やっぱ今、近々でずっと考えている問題というか、なんとかしたいし、もっとみんなが楽に生きれて、なんか、コミュニケーションって言ったらいいのかな、関係性構築って言ったらいいのか分かんないですけど、そのやりとりが、もうちょっと辛さがなく、こう手に取れって言ったら、平和って言ったらちょっと言葉が大きいんですけど、まあ、小さな世界平和って言ってもいいのかな。なんか身の回り、自分自身もそうやし、こう周囲だけでもいいんやけど、なんかやっぱ平穏というか平和というか、もうちょっとなんか穏やかに、こうその物事とか関係性とか自分の感情っていうのも捉えていけないのかなみたいなことが気になっている領域といえば気になっている領域なんですね。で、そのために例えばコーチングっていうのがなんか学ぶとそこにたどり着きやすくなるのかなとか、人に対してこうサポートしてあげれるんだろうかとか、最近で言うとこう CQ って言ってこう異文化的協力っていうのがあるんです。カルチャライズインテリジェンスみたいなものとか、こうホーステードモデルとかの話なんですけど、こうどうやって異文化だったり違うものっていうのを捉えて認知して、それを橋渡しできるようなこう能力を身につけていきましょうみたいな話もあるんですけど、なんかそうやって自分がフォーカスするものってやっぱ関係性だったり人そのものになんか焦点が当たってるなっていうのは、やっていく中でとか、こうやってこの4人でこう話していくたびになんか3人に認知してもらってるなっていう気がしてて、そういう意味で言うと、こう推しっていうのはなんか人そのもので、ね、僕も全ての人が等しく大好きですとはやっぱならなくて、人間なんで好きな人もいれば嫌いな人ももちろんいるわけですけど、でも推しなんですかっていうと、な人の願いだったり、人だったり、人自身だったり、そのコミュニティだったり、なんかそういうものが
やっぱメインの推しのターゲットになんかなっているような気がするなっていうのは、みんなの話を聞いてて、思いました。いやいい話だ。アキさん、これ、まだ名前つけてないですか、アキさんの中では。この、まだ、なんか、多分コーチングとかは、アキさんの推しっていう、なんか、ちょっとレイヤーっていうか、あの、階層が違うのかなって、今の話聞いて思ってて、あ、そうですね、アキさんが推してるところには、なんか、まだ、なんか名前がないみたいな、なんかありましたけど、アキさん、それそこずっと多分、葛藤を、この1年もそれ、その前からずっとやってると思うんですけど、まだ名前はつけないで、置いたままにしてる感じですか、今は。してますし、今、昨日今日とかの話とかで、あ、だからやっぱ人とか関係性っていうものに推しが、推し尊いなって思ってたりとか、そこをずっと考えていきたいなとか、取り扱っていきたいなって思ってるので、それかもしれないですね。うん。推しのいいメタファーの一つ、尊いって、さっき、大嫁さんとか言ってくれたから思い出したんですけど、確かにそこを、の中心にあるのは人とか関係性なのかもしれないなっていうのは思いました。うん。一旦これで生だけ。が追いついてないな。ああ。たくさん追いついてない。追いついてない。いや、でもなんかめちゃくちゃ思いますね、そこは。そのさっき、そのディスコード書いてましたけど、やっぱケント・ベッカーソーシャルチェンジって言い始めたのもたかだか20年前だし、ウェルビーイング自体は100年前ぐらいからあるけど、うん、まあやっぱりこう、あの盛り上がってるのでここ20年ぐらいだったりするし、でそれに対してまだこう特にウェルビーイングなんてアジャな取り組んでる人が少ないからなのか分かんないですけど、なんかアジャイルよりもこう整理っていうか、なんかこうある程度こう塊感を出す人がそんなにいないっていうのもあって、なんかこの辺あんまりこうなんていうんですかね、その名前をつけていくとか整理じゃないけど、なんかその識別しやすくしていくっていうのがいいんですかね、っていうのがなんかあのアジャイル会話に比べるとやっぱりこう遅れてっていう言い方よくないと思いますけど、まあ、まだまだ発展途上な感じがすごいあるの で、ね、うん、でコーチングの方もそうじゃないですか、だから どうやって私がそこをそのサポートできるのかってことは考えてるんだけど、じゃあそれ自体は何だっていうところの識別がまだまだ浅いなっていう感じがすごいするんですよね、うん、見てて。なのでまだまだこう、時代が追いついてないんだろうなって聞いていて思いましたね。うん、なんかね、ウェルビーイングとかそういうもので言うと、ね、論文だって少ないし、その捉え方とか、そのメタファーとか名付けっていう概念としての括りもまだまだ荒いとは思うし、で、そうですね、だから難しいなっていうのはあるけど、なんとなく人とか関係性とかそういう意識的なものの中にこう共感するものがやっぱあるから、アレクサンダーだって、僕はアレクサンダーとかなんとかは全然まだまだ分からないけど、それって言えるぐらいのこう全体性それだよねっていうものとか、なんか言ってること一緒やみたいなことをやっぱ出てくるし、なんかそういうつながりはやっぱ感じますよね。じゃあみんながこんだけ言語化できててすごいなっていうのはすごい、まだまだ早くみんなに追いつきたいぞっていう、ありますよ。いや、どうなんだ、なんか逆にその僕とか森さんは目の前のことに固執しすぎな感もあるけどそうですね、ここ明確なものしか追ってないっていうのはあるかもしれない、うんうん、だからあの識別しやすさっていう話だと、あのキョンさんとか自分の仲間健也とか、あの大部さんの特典、例えばアイドルとかっていうの言葉がすでにあると思うんですけども、じゃあ実際に何に時間を使っているのかっていうことを考えると、あ、実際に何にどれくらい時間かけているかというと、あの例えばアキさんは人との関係性に関して本当にもうこの近年だけでも何千時間も時間かけていると思うんですよね。そこをその時間っていうところ、あのラベリングじゃなくて時間というところを見ると、このアキさんの関わってる、あのずっと寄り添い続けているところっていうのは、あ、なんていうかポイントになってくるのかなと思ったんですね。なんか推しっていうと、その推してる人にとってすごくあの、めちゃくちゃ好きで好きが溢れてくるとか情熱を持っているみたいなようなものが必要なんじゃないかって思うこともあると思うんですけども、うん、そうとは限らないかなっていうのはお話聞いていて感じて、別にすごい感情がめちゃくちゃその情熱がもう、燃え上がるわけではないんだけども、日頃つい考えてしまうとか、ついやってしまうとか、そういったところも、あるんじゃないかなって思うんですよね。なんかそう、
なんかつい、あきさんがまたあきさんしてるみたいなのはよく思いますし。これさっきサトリウスさんがさ、それは周りから見てると押してるぞって言うんだぞみたいなやつがあるんだよなみたいな。みんな一番気づいてないみたいな。あきさんし、なるほど。ちなみになんかそれってさっきのキョン君ってそのアレクザンダーだけじゃなくて他にもいろんなものがあって共通でもハッとしてるってことも出てきたんですけど、まあなんか一個そのアレクザンダーのキョン君はあのこう特定のものに行ってそこに情熱バーって喋れるっていうのがあって、アクさんはたまたまそれがまあ今当てはまるものがないのか、まあでも一部としてはコーチングがあるかもしれないって感じがあるんですけど、なんでそこで詰めればなんかレイヤーの違いだけでキョン君も多分そのアレクザンダーとかも押してるんだけど、そこの共通してる何かみたいなのも実は押してるけど、その喋るときに喋りやすい特定の何かがあるか何かの違いだったりするみたいな感じだったりするんですかね、うんうんうん、なんか聞いて思ったんですけど、なんかそんな感じはしたよね、うん、うん、いやなるほど面白い、確かにフロー状態、うん、本人がすると当たり前になってるから気づきづらい、うん、確かに確かに、喋ってて、そうね、なんか認知してもらえる、仲間に認知してもらえるっていうのもすごく嬉しいし、やっぱりこの深夜メンバーというか、木曜のメンバーじゃないけど、で話してると、ああ、確かにそれもそうなのかって、自分で気づいてなかったことに気づかせてくれるっていうのもあるなって思いますね。それは完全にアックさん、次のテーマに行こうっていう振りですね。そうですね。なるほど。いやー、なんか、ちょうどいい振りがあったんで、次がちょうど表が止まってるんですけど、お互いの推しポイントをディープダイブ目に押し合ってほしいっていう。ディープダイブ目に。どういうことだ、これは。どうでしょうね。推しポイントっていうのは、あれかな、さっきのやつのってこと、うん、なんか自分の推してるやつをもうちょっと深掘ってほしいみたいな。これのここがいいんだみたいな話。マニアックな。あれなのかな、お互い、なんか例えば、キョン君を他の3人がキョン君推しとしてどういう推しポイントだったかみたいな感じなのかなと思ったんだけど、なんか今ね、アクさんが言ったみたいで、そこかなってちょっと思った。他己紹介じゃないけど。はい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 。なるほどね。例えば、ここから見て、およべ君はこういったところがみたいな。はいはい、あ、そうそうそう。それはそれでちょっと面白いかなと思ったんで、今の話につなげて、確かにそれ、ね、盛り上げてみました。いきましょう。これは、これはやばいぞ。うん。イチャイチャです。確かに。イチャイチャしてください。イチャイチャしてください。なるほどね。照れちゃう。いやいや、大丈夫ですよ、そこは。そうだな。じゃ自分からアキさんに行きますかね。はい。はい、ですね、まあ、なんか自分がさっきアキさんのところで思ってた、まあちょっと話しちゃいましたけど、僕とか森さんとか小籔君とか見たく、その目の前に分かりやすいものとかなくても、そこに時間をただひたすら費やせるっていうのがすごいなと思ってて、僕できないんですよ、そういうのが。結構明確なものにやっぱこう勉強したいっていうか、そういったのをなぞっていきたいみたいなところがあったりして、なんか自分の思っていることはたくさんあるけれども、なんかそこに時間費やせるできないし、でそれか、あとなんかその、なんていうの、それを自分の人生、その、例えば、森さんに言うプロダクトマネジメントとか、僕で言う、アレクザンダーであるとかっていう、なんかその、アレクザンダーのパターンランゲージであるとか、そういったなんか手法を仕事にしていくって結構簡単だと思うんですけど、アキさんの場合は、その、まあ、システムコーチングとかもやって、コアクティブコーチングとかもやってますけど、なんかどっちかっていうと、そういったものを、その、ある種かなりこう、相対的に捉えながら、その関係、さっき言った例えば関係性でいいと思うんですけど、まあ、そういったことを仕事にするっていう、名前のないものを仕事にしながら自分の時間を延々と費やしていくっていうのがなかなかできないっていうか、その世の中にない仕事をひたすらやっているっていうのが、まあ、いろんな人たくさんいますけど、それできないなって自分で思ってて、でしかもなんかそこをなんか自分って困るのが、例えばなんかさっきの自己紹介の時とかもそうなんですけど、自分何やってる人ですっていうのって結構言えないと売り込みにくいとかもあって、めっちゃ困る。これがなんか会社員とかだとすげえ楽なんですけど、
なんか僕みたいになんか大企業を務めてなんか役員やってますとかはなんかその逃げてるって思われるかもしれないんですけど、でもそこはアキさん全く逃げずに一人の会社 で名前のついていない仕事をひたすらやっているっていうのが本当にすごいなって思ってますね、はい、確かに難しいんですね。自己紹介にいつも悩むっていうのもそうですし、お仕事も割と取りにくいので、あ、もちろんお仕事皆さん募集しますけど、6月からお仕事募集しますけど、確かに難しいのはあるな。そこでなんか、あ、自分もちょっと分かりやすいものをしようっていうふうに しない何かきっかけとかあるんですか？コーチングとかだと、ね、今ってコーチングの理解どんどん企業にもされてきてるじゃないですか、うんうん、し、例えばワンオンワンみたいなそのコーチングとちょっと間接領域にあるようなもので企業が予算つけているもの、うん、でそこから入るのってすごくやりやすいわけですよね、はい、商売として、はい、でもあえてそこにがっつりといかない何か秋さんならではのこだわりというか。一つはでも単純に下手なんだと思います。なんかそれをやればいいんだけど、それがうまくできてないだけじゃないかなっていうのはいろんな話を聞いてて思うのが半分と、この違いをうまく説明できないんですけど、なんか自分が推したいというか、自分を表す、自分が入っていいですよって言える価値ってなんかそれやったっけ、あ、入り口としては全然悪くないんですけど、そのなんか入り口を狙ってしまうことで違う何かになれそうで、自分がそのエッジを感じてるっていうのももしかしたらあるのかなって今の話は聞いてて思いましたけど。いや、恐ろしくプライド高いな。うん、そうですね。プライド自分には到達できない高潔さを持ってるなって思って。そういやだから確かに、いや、そんないいもんじゃないと思うんですけど、あ、だから本当に単純に下手っていうのはあると思うんですよ。だから思いついたら今更やってしまう、あの時のやつとかも全然高潔とか言われたけど全然やってるやんっていうのは、これからね、新しくやり方を知っていくとやっていくかもしれないけど、そうね。あ、でもライスワークっていうのももちろん大事やし、そのバランス失わないようにはしようとはしてるけど、なんかもんにおいするとこもあるんですよね。それはまあ言語化できてないけど、プライドなんかな。プライドって言葉は良くないかもしれないですけど、高潔だなって思ったんですよ。なるほど。なんかあのさっきのヒョン君がその自分でね、普通の工学の歴史を変えるっていう、まあ、有限して実際にいろいろなんか自分で思えるところやっていくっていう感じで、なんかアプローチは違うけど、なんかちょっと似てる感じをなんか感じて、ヒョン君は結構現実世界を突き進んでいて、そこに到達しようとしていくっていう、なんかざっくりしたイメージなんですけど、逆にそうなんだ、うん、ザクッとしたものをザクッとしたまま捉えて、なんかそのもう迷ってるってことをいとわないというかっていうところが、なんかアキさんの素晴らしさというか尊さだなってなんか思いましたね、うん、ありがとうございます。なんか、うん、確かに高校を突き止めるためとか、エンジニアリングの次の未来を見るためなら、それこそ何でもするぞだったり、その安直なものでもそこにたどり着けるなら何でも拾っていくぞは、ある種その勇気ある本数の一つとは言えるんで、たどり着きたい未来のために泥臭いことだろうが何だろうがやっていくぞっていうのはキョンさんなのかなっていう気がしましたね、うん、なんか それも高潔な気がするけどな。その未来を誰かに見せるためにとか、次の時代につなぐために自分はそれを厭わないっていう姿勢もあるなって。いや、いいですね、アクさんをフルボッコにしていく。じゃ次の人いきますか、うん、誰がいいですかね、誰にしよう。じゃあキョンさんの話になったから、キョンさんに行くか、みんなでキョンさんを倒しに行くか。なんかでも今の話から流れていくとなんですけど、やっぱそこのひたむきにもう淡々とやっていくっていうか、半歩でも一歩でも前にこう前進させていく力だったり、それこそキョンさんの方が高潔なんじゃないのって思えるぐらいに、とことんストイックにやっていくじゃないですか。
なんかそこが逆に真似できないなっていうのは思うんですけどね。なんか安直に飛びついてるっていう自分で言ってたけど、あんま僕はその質感を持ってなくて、なんか必要なものは全部目を通して考えて踏破していくみたいな、全部倒していくぞみたいな、こう危機迫るというか、ある種怖さすら感じるぐらいの狂気じみてるというか、そうね、なんかそういうとこを感じちゃうぐらいにすごいなって思うんだけど、それは本当に真似できないし、圧倒的に、まあ森口さんもそうやけど、キョンさんが出てくる圧倒的な情報量と、その情報とかナレッジだけじゃなくて、だよな、いや、それ違うんだよなっていうとこをちゃんと言っていくとか、感じていく力って、どうあったらそれができるようになるのかなってやっぱ思っちゃうぐらいに、うん、本質を違えないなっていうのは、どんな目線持ったらそれができるんやろっていうのはちょっと思いますね。うん。そう。確かに。なんか、そう、まあ、僕ごときがキョン君を語るなんておこがましいっていう前提を置いた状態ですけど、このアキさんに言ったらその通りだと思ってて、で、なんかこれって、その狂気に感じるって、こう、ちょっとキョン君から、まあ、ちょっとこう遠いとか、たまにこう登壇で見てるとか、そういう距離感の人からすると、なんかすごい遠い存在に感じやすい人だと思うんですよ。怖いとか言われることもあったし、うん、すごい好きな感じのイメージがあるんですけど、なんかそれに一個、話したりとか、時間一緒に過ごしたりすると、なんか何ですかね、こういう表から見えるような、なんか冷徹さっていうか合理的な感じがするっていうか、なんかその機械的な感じの、なんか突き進んでいくっていうそのパワーみたいなところと、全然真逆の誰よりも人間らしいところってあるじゃないですか。ね、めちゃめちゃ生々しいですね。多分ね、うん、森さんとかめっちゃ上がってくると思うんですけど、それが、なんかいい感じがしてて、だってなんかさっきの話もそうですけど、キョン君が誰よりもなんか情熱とか、なんかそういうなんかやりきる力みたいな感じの、結構人間味があるところにすごく魅力を感じてるっていうのがあって、そこがみんなに伝わらないのがちょっとたまにもどかしいってなぜか思うみたいな、うん、結構ねあるんですよね。なんかある種すごいって思ってる反面、いや、みんなキョンさんそんな特別視しないでとも思っちゃうとこがあるというか、普通の、うんうんうん、の等身大の俺たちと同じあいつやぞって思うとこはすごい感じるよね。そう、キョン君もめっちゃ悩んでるし、めっちゃ感動して泣きそうになってるとか、そういうキョン君がいるんだぞっていう、なんかキョン君も人間なんだぞってこう常にね、鍵括弧で書いておきたいみたいな、うん、いや、ありがとうございます。確かに本当にそう、なんか悩みっぷりがいいですよね。なんかずっと悩んでるみたいななんかどんどん解決するっていうよりもずっと悩んで、普通の人だったら、ああもうちょっとこれやっててもコスパ合わないなっていうところもずっと、もちゃもちゃやってたりとか、あとなんていうか注目を気にしないというか、例えば RSGT の2016、17、18ぐらいですか、アリの講演をするとかですよね。スクラムってイベントでアリなんて、ちょっと ね、すれ違いなんじゃないのっていうふうに思われちゃうじゃないですか、普通の人だったら。だから RSGT にふさわしい講演をしようみたいなふうに、まあ、自分だったらね思っちゃうんですけど、そこをいや、アリって素晴らしいんだよ、全体性、が大切なんだよみたいな、そういうところをですね、悩みつつも、進んでいこうとするのはすごいなって思うんですよね。そう、悩み方がいいですよね悩みっぷりね。そうそう、確かに。とことん悩む。あー、なるほどな。確かに、うん、そうですね。あ、なんか結構こう、まあ、その悩みとか、なんか本質を違えないみたいなところは、結構こう小さい頃から承認欲求が強いので、自分がで、その時に、まあ、どうやったら満足感得られるかって言った時に、他人、まあ、仕事の仕方もそうなんですけど、他人の土俵で戦わないが大事だなみたいなのがあって、うーん、同じ土俵で戦ってる限り、自分は、あ、これ今度仙台でもプロポーザー出そうと思ってるんですけれど、同じその誰かの土俵で戦ったら一生勝てないっていう、一生褒めてもらえないっていう、なんか脅迫観念みたいなのが自分の中にあって、
あ、ていうか実際そうだと思ってるんですけど、まあ、ちょっと勉強ができるくらいで褒めてもらっても僕は全然満足できないんですよ。あ、簡単に言うとちょっと褒めてもらうぐらいじゃ全く満足できない。僕はめちゃくちゃすごいねって言われたいですよ。でめちゃくちゃすごいねってどうやったら言ってもらえるかって思った時に、土俵を作ることだっていうのがあって、自分の土俵に引きずり込むっていうた時に、他人と違う視点を持たないと、まずその自分の土俵に引きずり込めないんですよ、評価の土台を。なのでそう考えた時にやっぱりこう勉強はしなきゃいけないし、他の人のなんか意見とかたくさん聞かなきゃいけないんだけど、その自分のオリジナリティをどこで出すかっていうことをひたすら考えてるんですよね。でそれはだからその他の人だと疑問に思わないところを疑問に思うっていうのもそうだし、他の人が思いつかないようなものをどうやって結びつけるかとかっていうのが結構あって、あ、そこでそのなんだろう、本質的に悩んでることはもしかしたら僕はなんかその素晴らしい人間の人たちの思考プロセスとは違うのかもしれないんですけど、まあ、モチベーションとしてはやっぱそこなんですよ。だからなんかそれが自然になってるから、なんかある種そのうまくいってる部分があるのかもしれないんですけど、根本的には自分がめちゃくちゃ褒められたいっていう、でも褒めてもらうため土俵を作んなきゃいけない、土俵を作るために悩み続けるしかないみたいな感じですかね。なんか今の話聞いて思ったんですけど、オリジナリティの話から出たけど、はい、なんか確かに昔はもっともっとオリジナリティっていう感じがしてた気もするんですけど、ここ数年、うん、近年ってこう、うんうん、オリジナリティもありつつ、うん、なんか、うん、社会との架け橋じゃないけど、うん、そのオリジナリティの到達点と社会とか世界との架け橋っていうのを結構、うん、より意識してるとこないっすか。なんかどうこのエッジ立てたものが人に伝わっていくかとか、人の変化を起こしていくのかみたいなとこ。そんなことない。そこはまさにすごい気にしていて、あ、なのでアレクサンダーの失敗を起こすまいっていうところとかあとアレクサンダーがやってること自体その全体性を重んじるっていうか、その調和させていくっていうところを、だからアレクサンダー自身がやってることって、その自分の理論をその広めるっていうところにおいて、そのメタ性において一歩ダメなんですよね。やっぱりこうその自分の言ってる理論自体をその自分の理論を広めるということに対してその適用できてないっていう、そのメタ的に適用できてないっていうのがやっぱりこう問題だと思ってて、で自分はそのアレクサンダーとかその、全体性を考えるとか、その世界を変革していくっていうことを考えたときに、その理論が素晴らしいとか作ったものが素晴らしいかっていうよりは、やっぱりこう社会を変えたっていうことが素晴らしいっていう一つのアウトカムだと思ってて、なので、まあ、そこを作ることも才能というか、あの実力だと思うんですよね。だからなんだろうな、プロレスじゃないけど、だから格闘技の世界でもよく見ていて思うのが、めちゃくちゃ強いことが、あの強いっていう指標じゃなくて、実際に試合を組めるとか、そこで誰と対戦してとかっていうところまで持ち込めるとかっていうところも含めて強いだと思うんですよね、僕。固まったかな。お、熱くなりすぎて、これはズームもちょっと情熱負けちゃったかもしれないですね。情熱に負けただって後ろの背景爆発してますもんね確かに。いや、面白すごいね。なるほどね。強さか。落ちたね。あ、見えたね。あ、はい、すいません。一瞬落ちてしまった。熱くなりすぎて切れたんじゃないかっていうので、ちょっと熱くなりすぎて切れたんじゃないかみたいな。はい。まあでもそんな感じです。はい。ありがとうございます。面白いな。いや、まさかお互いの推しのやつが、うん、これが一番盛り上がってる気がするけど、このまま終わる気がするけどいい。じゃあ次ですかね。しに行くかな。じゃあ次は森さんに行きますか。はい。何から語ればいいのやらっていう感じがするけど。森さん。もうとりあえず独立するのはね、この膨大な学習時間とナレッジ量というか、一人学祭もそうやし、後ろの本棚もそうやけど、
なんか博識って言葉が森さんのためにあるのかって思うもん、いつも。いや、そんなことないと思うんですけどね。ライブラリー、うん、本当図書館の代名詞なんじゃないかなって思うぐらい。全部出てくるな。おい。自分はずっとまだまだというか、本当に詳しい人に比べて全然だなっていうのがむしろコンプレックスとしてあるぐらいで、特に自分はそのエンジニア界隈でよく参加させてもらってはいますけれども、やっぱりその自分エンジニアとしての仕事っていうのは、してないわけですので、そういったところだとむしろコンプレックスですよね。皆さんよりできないことであるとか詳しくないことについてっていうので、もっと頑張らなきゃっていうのはずっと思ってたりはしますね。自分が同類のところにいずに、むしろ自分が常に少数派のところに居続けてるっていうのはあるかもしれないですね。なんかエンジニアか界隈とかでも関わる前、もそうなんですけど。あとなんか自分、その森さん すごいなっていつも思ってるのが、なんかこう知識たくさん蓄えて、で知識、あ、だからなんか思うのが、知識たくさん蓄えてる人ってなればなるほどこう選ぶらないっていうか、なんかどんどん謙虚になっていくっていうのってよく言われるじゃないですか。なんか普通の、まあ、チープな人で言うと学生とかも、なんかちょっと賢いぐらいだとちょっと選べる子がいたりするんだけど、でもどん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 賢いレベルになっていくと、もうなんかどんどん謙虚になっていくみたいなのが、まあ一般的によくあるあるで話されると思うんですけども、それは大学生だと小学生だろうと。でなんか森さんのやっぱり学習量ってその尋常じゃない量なので、なんかそれがどん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 森さんの謙虚さを加速させていってるっていうのがすごいなと思って、なんか最初はもちろんそのさっき言ってたそのコンプレックスっていうのがあるのかもしれないんだけど、でなんかこう勉強していってどん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 世界が広がっていってるっていうのを森さん感じながら、広がれば広がるほど自分のちっぽけさをちゃんと噛みしめていて、でそれが普段の振る舞い、その人と話す時であるとか、そのどんなにその相手とコンテキストを全く共有できてないとか、 ある程度相手のことを知っていて、まあ、自分より例えばここの分野では彼はこういった知識がないだろうっていうのを分かっていたとしても、でも自分の知らない世界絶対存在するんだってことを前提に相手と話している感じとかが本当に丁寧ですごいな、だから本当に勉強してるんだってことがにじみ出てるっていう感じがしますね。うん、あ、そういう意味だと、なんて言うんでしょうね、自分が大切にしていることとしては、どんな人でも自分の先生になれるっていうことは思ってたりはしますね。だから例えば、高校生とか中学生とかだったら、流行のものであるとか、そういったものって絶対自分よりも詳しいはずだし、いろんな発想も自分よりできるはずなわけですよね。そう思うと、誰のことであっても先生になってもらえるのかなっていうのはよく思ったりしますね。特に自分はエンタメの仕事をしていたっていうこともあって、で10代向けのものであるとか、場合によっては小学生が使うようなエンタメもかかってたんですね。そうなったら、はるかに自分よりも感度が高いわけですよ。そういう若い人の方が実際使っているわけだし、自分でお金を出すわけだし、で自分はその10代とかその小学生とかが買うものについて自分のお金で買おうっていうのは思えないわけですね、おもちゃとかね。でも彼らは自分のお小遣いを貯めて、貴重なね、少ないお金をかけて買って遊んで夢中になってるわけですよね。やっぱそこはかなわないなっていうところあって、そういうところはなんか自分が得られないところを身につけられるっていうところでは先生として見られるなみたいなのは思ったりはしますね。この姿勢とかあり方っていうのに本当にどれだけ救われたかと思いますよね。これだけ惜しみなく情報を提供して場をね、ホワイエっていう場を作ったのも森上さんなわけなんで、コミュニティの場っていうのを作るのもそうだし、知識の提供っていうのもそうだし、壁打ちっていうとこでもそうだし、なんかめちゃくちゃ時間とリソースを割いてくれてるのに、このあり方を続けられるっていうのは、なんだろうな、神なのかなって思うね。そうなんですよ。なんか森さんがすごいのって、そのもちろん知識とかのやつはすごい、なんかめちゃめちゃ博識で、めちゃめちゃいっぱい本読んでたかってあるんですけど、なんか そっち、すごい、本当に知識をすごい好きで、なんかいろいろ知るとか、研究でどんどん突き詰めていくみたいな人っているけど、そうすると結構その、
研究するその先にあるなんかずっと研究していて何かこう研究した結果出そうとするとか、なんか割と属性から離れていくって感じの人は割となんかあのいる思想とつくんですけど、森さんが属性の僕らとこう接してくれてるっていうのが神感がより増してる感じがして、しかもなんかより最近森さんがなんかすごいこうアウトプットをしてくださっていて、そのなんか自分のやつを僕らに分かりやすい言葉で 何百枚のスライドに落としてやってくれるとこあって、なんかそれがなんかその2つが同居してるところがなんかやっぱすごい森さん尊いなってみんな思ってるところなのかなってすごい思いましたね。尊い、本当にありがとうございます。うん、まあ、そのなんかそこら辺そうですね、まああまり勉強してる感じも自分自身では感じてないですし、むしろ皆さんとお話しして刺激をすごい受けているので、自分としてそんなになんかね頑張ってるつもりはあんまないんですけどね。これが謙虚感、謙虚ですね。どうかしてる、これ本当にそう、どうかしてる、そこやぞっていうところどうかしてるぜじゃあ最後お呼びくんいきますか。いやいい感じでお呼びさんでありそうだな。確かに時間的に、うんうん、なるな。僕のお嫁さん推しって、うん、お嫁さんの、うん、ね、午前中のコーチングアイワイのとこでもそうだったんですけど、なんか、あり方がやっぱかっこいいんですよね。なんか、自分がそれ試してもないのに、なんか悪く言ったりするの、ダセーな、みたいな感じの、やっぱ、スタンスというか振る舞いがあるじゃないですか。なんか、どうせやったら前見に行ってガチでやってみて、そっからディスってやるぐらいの、なんかまあこれもある種の高潔さなんでしょうけど、なんかひがみ根性とか負けぬ根性とかそういうあれじゃなくて、ちゃんと味わってから自分の考えでそれを否定するとか肯定するというか、自分の目で見て体験してみて、なるな、自分の意見を他の人に委ねない、まあ、当たり前なのかもしれないけど、それをすごく握ってるというか持ってるなっていうのをあり方として感じるなって本当に思いますね、さんの場合は。僕はありがとうございます。そうだね、なんか大岩くんのふっかるさはすごいなと思ってて、うん、だなんか結構このなんだろうな、アジャイルコーチ界隈っていう言い方でいいのかな、まあアジャイルコーチ界隈だけじゃなくてもいいと思うんだけど、なんかその自分の生活とか仕事に関わるそのトピックっていうのって、まあ、本当に多岐にわたっていて、でその時 あの評価っていうか、まあ、考え方とか捉え方みたいなのって、その今アキさんが言ってくれたようにその他人の意見とか、まあ、パッと見こういうふうに見えるよねみたいなところがある時に、で結構多くの人が別に自分の意見はないんだけどこうやって言ってる人多いよねって置いちゃうものを、そこを他人がこう言ってるよねで自分はよくわかんないから自分はよくわかんないんですけどって置かずに、えやってみりゃよくねみたいな感じでポンって取りに行く。でそれで自分がやってみた結果、ここまでしかやってないけどこういった風に感じていますっていうところを一旦やりきるっていうか、まあ、そこがなんかそこの深さは自分で決めればいいと思うんですけど、なんかそこすごいなと思ってて、うん、なんか例えばそのなんだろうな、まあ、自分がその RSGT とかでプレゼンしたそのプラクティスとかもそうですけども、まあ、あとはそのアキさんが、ね、身近にいて紹介しているコーチング周りとかも、なんか及ぶ君たちって、まあ、チームでとか個人でとかでなんかそのやっちゃうんですよね一旦。でそれでやってみてここはその自分たちに合う合わないとか、まあまあ、それは自分のスキルっていうのもあると思うんですけど、まあ、でもそれを踏まえてでもちゃんとやるとか、でその上でなんかどうやってやったらいいのか悩むとか、でそれをなんかある種血肉としてやっていくっていうのはすごいなって思うんですけど、なかなかこうできないっていうか、まあ、できる人はいっぱいいるし、でもできない人に比べたらずっと少ないのであれなんですけど、うん、そこすごいなって思いますね。やっぱりこう身近なトピックになると
本当はっていう言い方っていうよくないかな、身近なトピックであればあるほどそうあると多分その人の人生って豊かになるはずなのに、やっぱりこうどっかでこう置きに行っちゃうみたいなのがあると思うんですけど、そこを及部君は結構まんべんなくやれるっていうのはすごいなっていつも見ていて思いますね。なんかさっきのキョン君のやつすごい共感したのが、まあ、人と同じ土俵で戦ったら勝てないやみたいな話って結構近くて、それ自分で言うとなんかすごい本を読むとかめちゃめちゃ勉強するぞってもともとそんな得意じゃないし、まあ、なんか頑張ってやろうとはしてもやっぱすごい人にはかなわないっていうのはそもそもあったりするんで、そうした時になんか何ができるかっていうと、なんか人が誰でもやれるんだけどあんまりやんないとか、なんかちょっと早くやってみたら全然他よりも早くできることって結構実はいっぱいあるなと。例えばモブもちょっとモブプロっていうのがあるぞって分かったらまずはやってみるってやつって、別に何だろうね、特別な技術とかなくてやればできるじゃないですか。でもなんかなんだかんだちょっと置いとこうみたいな感じとかがあって、そういう、まあ、自分の中のサボタージュみたいなのが生まれてしまう時があるけど、でもそれをやっちゃうだけで結構なんですかね、一気にこうどんどんこうライバルが減ってくるっていうか、そういうのがあって、でそこは逆にまあ、ある意味ふっからさって言葉は確かにそうだなと思ったんですけど、そこはなんかそこでどんどんやっていくと、どんどんライバルが減ってくるのと、それでやったことを発信することってやっぱすごいなんかこう周りからフィードバックくれるのがやっぱすごい、なんだろう、嬉しいし、自分たちがやってて楽しいなと思うとこがあったりするんで、もうそこはなんかとりあえず何でも気軽にやってみようってやつだし、あとそれやったことを先に言っちゃえばなんかめんどくさい人に絡まれてもそんなに言われなかったりするじゃないですか。なんかそこは逆にそこを強みにして、まあ、そういうのに言うではその知識を持ってる人とも別の分野で戦っていこうっていう武器としてはすごいなんか確かに意識してるところあるなと思いましたね。いや本当に及部さんが切り開いてくれたものってたくさんあって、例えばモブプロとかでもそうですけど、ああいったものって人と一緒にやるものなわけですから、最初の一歩を踏み出すために結構みんな様子を見ていたりとかすると思うんですよね。で、例えば、まあ、インセプションデッキのスライドもそうなんですけども、ずっとやっぱり及部さんの資料が参照されるじゃないですか。そういうところをこうやってやるんで、やってみたよ、やってみたらこうなったよっていうのをどんどん発信してくれてるのは本当に何て言うんでしょうね、獣道を切り開いて、おお、こっち行けそうだぞっていう風に見せてくれるのが本当先導者としてすごいなと思うんですよね。で、結構やってることってハードなものもあって、インセプションデッキとかもあれって昔でいうプロジェクト検証だと思うんですけど、それって結構作るのってハードなわけじゃないですか。それを、チームのメンバーとかその新人のメンバーがやってみようかな、これ見ればできるんじゃないって思わせるところが凄まじいなと思うんですよね。なんか昔だったら20年前だったらキャリアのあるプロジェクトマネージャーがやるようなことだったと思うんですよ。それが今やその新人の人たちがですね、インセプションデッキとかモブプロやってみようってなってるのはすごいなと思うんですよね。その貢献ってのコミュニティにとってめちゃくちゃ貢献されてるなっていうのはいつもやっぱ感じますね。ありがたい。アジャイル会話じゃないところでも大部さんの資料たまに出てきますからね。これやってみると良さそうとか。いや、切り開いてるよな、うん。切り開いてちゃんと残していってくれてるんだ、ね。そうそうそう。確かに、みんなの褒め力がすごいって、確かに。いや、確かにな。いや、やばいっすね、これ。もう、あと10分ないから、そうそう、これ。だからまだ結構いくつか残ってはいて、推しの出してくれた時とかも、まあ終わらないことは分かっていたんで、またあれですね、このまま深夜に流れるっていういつもの導入パターン。そうですよね、木曜日にまた続きをやりますかね。いやー、続きを話したいな。確かに。いや、なんかぜひ今日はセッションだったんで、4人が喋ってるの皆さんに聞いてもらってて、ゲストチャンネルって感じなんですけど、まあ今日みたいな感じで全然聞きながら面白いなと思ってくれるのもいいし、一緒に入ってお話ししてくださるのもめちゃめちゃ嬉しいと思うんで、後できっと分散アジャイルのコミュニティのリンクが貼られると思うので、そういうところとかでぜひですね、皆さんとまた続きで話していきたいなと思ってます。時間の限りがあったんで、そこそこのディープダイブですけど、時間の限りがなければいくらでも潜れると思うんで。そうですね。ちょっと深夜感出しましたかね。はい、あ
やっぱりこれ1問目が重要だね。うん、確かに1問目でトップギアに乗れるか。確かにキョンさんのアクセルの踏みっぷりやばかったですよね。ユーガさんも一緒でマップ兵器をちょっと出してしまった感じがありましたけど。びっくりしましたね。絨毯爆撃。いや、俺はねビビりますよね。お、それぐらいから行くかぐらいな感じのね。そうそうそう。確かに。高速道路だったらもうね120キロ出しててね、もうピコンピコンいってる感じですね。ということで2回目のディープダイブでしたけど、ちょっとそれぞれ一言ずつ感想とかをいきましょうか。アキさんどうでした？はい、あ、そうっすね、なんかやっぱ楽しいなもそうですし、どんだけディープやったかなっていうのはね、縦も横も深さもディープさってまだまだわからないなと思うんで、もっと探求したいなって思うんですけど、あ、真面目なんで、そう、なんかやっぱこの4人、この3人っていうか、まあ、この4人の関係性ってやっぱすごく感謝してて、最後に一言どころじゃないんですけど、なんかやっぱスクフェス大阪をハイブリッドで やる前提になったのって、ね、何回も言ってるけど、大山さんときょんさんと話してて、2人がエンパワーメントしてくれたからだっていうのもあるし、分散一緒にやったからっていうのもあるし、その前身にあった、やっぱオンラインのファイエっていうのがあったからこそ、このすべてのフェスがあると言ってもやっぱ過言じゃないんで、なんかすごくこうやって新しくまだまだいろんなことをたくさん気づかせてくれるし、話し合って互いなんか創造的に衝突し合って話せる仲間だなって思ってるんで、はい、なんか幸せですが今ここかな、はい、でした。ありがとうございます。じゃあ森さんお願いします。はい、いやー本当にそうですね、なんかそう、あのコロナになってやっぱ大変な目にもあったりとか、やっぱり仕事もね、減った方もいらっしゃいますし、自分もね結構仕事とかキャンセルになったりはしたんですけれども、あのあり余って、こういうね、あのアキさんやおゆべさん、きょんさんとお話をその木曜日とかね、いろんなところでするようになったりとか、ね、勉強会とかでもね、いろんな方とその結構終電近くまで話すみたいなことはもちろんありましたけども、そうじゃなくて、もう、時間制限ない感じで、あの朝の4時とか5時までとか、自分たちがその遠慮せずに話せるとかっていうのは本当に、ありがたいなと思ったんですね。でそれがこういうようなあのカンファレンスであるとか、あのこういうような話をするきっかけにつながったりとか、めちゃくちゃそれはもう良くてですね、だからあのこうオンラインでこういうつながりがあるっていうことは、もうこの近年で一番推せる体験ですね。ああ、確かに。それはあのこの参加者の方々にももっともっと体験してもらいたいなって思いますね。もっとこのオンラインとかでそのぐっと自分のこだわりとか相手のこだわりについて、話ができる、そういうような体験を皆さんにもしてもらいたいなって思います。ありがとうございます。じゃあキョン君お願いします。そうですね、あの、まあ、途中でありましたけど、おゆべ君からあったけど、まあ、このお互いで、その自分の推しをなんていうんですかね、こう全く周りを気にせずにバン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 出していって大丈夫な心理的安全性っていうか、なんかそういったものが保たれてるっても素晴らしいし、あとやっぱりこうお互いにこう相手の意見を受け止めるぞみたいな、なんか特にその避けないっていうのがいいんだなと思ってて、真正面から受けるじゃないですか、このように。それが素晴らしいんだなと思ってて、自分が打ってきたら打ってきましたっていうのもそのまんまそれでよくて、でそこでなおかつなんかお互いにあのもっとも話を面白くしたいから打ってなったところで止めないっていうでそこからさみたいな感じのこともどんどん欲しがって求めちゃうみたいな感じとかがあのよくて、でなんかそれを、まあ、もちろんそのね、あの嫌いな話とかはあれですけど、なんかそういったところもできるだけ減らしていって、でなおかつ相手のその、まあ、ここはちょっとやめた方がいいよねっていうところをなんとなくこう把握しながら、やっぱりこう自分でも自分の好きなことはガンガン話したいし深掘りたいしみたいなところをもういくらでも進めちゃうみたいなところは本当にこの世にいいところだなと思ってて、まあ、なのでなんか今回のこのセッションとか通してその他の人にも、まあ、そういった体験というかそういった仲間とかも増えていけばいいなと思うし、まあ、なんか例えば今日のネットワーキングパーティーとか、まあ、いろんな場面でとか、まあ、今後のなんか皆さんがもしプロポーザル出すとか
まあ、会社でちょっと話すとかっていう時もそういった体験ができるような人たちとなんか一緒に話せる時間増えてきていいなって思いますね、はい、ありがとうございます。まあ、みんなが言いたいことを言ってくれたんで、僕はなんか聞いてる方皆に向けてってところなんですけど、なんかやっぱすごいこうやってなかなか、さっき森さんの方が言ってくれたように、オフラインの勉強会でも喋ったりとか、今もオンラインで例えば仕事していて仕事仲間と話すとか雑談するっていう機会はもちろんあるとは思うんですけど、なんか本当にこういう雑談とかを長く聞いたりとか、人が話してるのを聞くとか自分も話すっていうのに結構時間を割こうともいくらも割けるっていうのって、やっぱこのコロナ禍になったからこそ逆にできるようになったし、良かったところだと思っていて、でそれが、例えば僕らは今4人で90分喋りましたけど、一緒にテキストチャンネル聞いてくださった人とか、この後動画で見てくれる人も、なんか聞いてるとこの4人と一緒に喋った感じになったりする。僕らも逆にテキストで参加してる時は同じで、他の人が喋っていてもそこで喋ってることも全部知ってるし、自分もテキストで参加したりするんで、なんか話した感じになるじゃないですか。で実際これでいつかリアルになったりすると、なんか喋った気がするんですよ実際に。なんでどんどんなんか喋ったことある人が増えていく感じがしていて、それがすごいなんかやっぱ心地よいし、まあオンラインも悪いとこないなって感じがするところもあるので、まあもちろん分散ジャイルとか来てもらって話してくれてもいいんですけど、話さなくてもいいんで、一緒の場を経験するっていうのはちょっと面白いなと思ったら、ぜひそういう場に顔を出してもらえると、僕らもどんどん知り合いが増えるし、皆さんもどんどん知り合いが増えると思うんで、そういうきっかけとしてね、今日の話がちょっとでも面白いなと思ってくれればすごい嬉しいなと思ってます。はい、ということで、まあ、なかなか90分でしたけど、お付き合いいただきありがとうございましたということで、じゃあこれで締めちゃいましょうか。はい、ということでディープダイブ以上で終わります。また来年、多分来年ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。来年と言わず、来年と言わず仙台のスクフェスとかでもね、お会いできたらいいなと思いますので、ぜひプロポーザーとかよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。それでは終わりです。